おはようございます。はい。はいえ,ーはいえあ？あの映画評論家の柳下啓一郎です。<laughs> 映画ライターの渡辺真きです。はい。えっ、ー、と今日はですね、2024年3月1日、もうすでに始まってますけど、えー、アカデミー賞の授賞式中の大砲弾ということで実況生砲弾そうですね。はい。生で進んで危険な発言が出ることがあります。<laughs> えど朝朝早くからなんか100人以上の方が見てくれてると聞いてねみんなこんな時間に起きて200人えみんな起きてんの私たち普通のね普通の世間の人起きてんのもう大変でしたよね安田さん大体寝ると寝ると3時とか4時とかね俺いや私はちょっとそれはそうなんですよ最近またでも昨日は早めに あのーはい、寝てディズニープラスを見ずにちゃんと寝ましたちゃんと寝る準備で、はい、今朝に備えてまいりましたそうなんですね、はいえー、ということで今年で4回目のうそうですもうね,ねもう始まってもジーミキン務ルがベラべらべらしゃべってますけどそれでまあオスカーの中継で言いたい放題をやろうかなという話です,、はい、そうですね,あの今年はね、えー、とだいぶ去年はあのモニターが横にあって 横にあるっていう状況でこっち見ながらこうやってこう喋ってってたんですよそしたらこう肝心な時に平手打ちを見逃してたっていう一番いいところ見逃していいのか今年はでもなんかあんま面白そうなそんなことはないような気がするんで規制が激しくなってんじゃないですかねみんな絶対平手打ちはしないようにって説明書に立ち上がるなとかねそのぐらいの感じでしたねはい じゃあまあまそういうわけで一番最初は、うん、えそれでいいのかそれとコメントあはいはいコメントはあのいつも長いんでねあのコメント拾ってしゃべる時間もだいぶいっぱいあると思うんでそうなんか3時間ぐらいあるんで皆さんいろいろなんかコメントあれば、うん、気になったことがあったら言ってくれればっあの、えー、とでできる限りというかお答えしたいなあと思います、はい まあなんかそれを通じて少し皆さんとおしゃべりとかできるといいなぁとまあ、3時間もあるんでお願いします <laughs> えーっとねそれでその200人も待ってくださってるっていう話で中には実況を見てなくて私たちの実況で過ごしてる人がい <laughs> るかもしれない。<laughs> なのでま、ええ 柳下さんが中心となって詳しく説明してくれます。あ今今ウレセミスがツったとかそういうことね。そうそうそう。すぐ私忘れちゃうんですいません。柳ちゃん中心にきます。今ノーランが。ノーランがね、満員の意味だった。余裕のすでに。自信すごい。よあちょどこまで行くかですよね。今回はねノーランがね全部取るのかなって感じですけど。どうなんだろうね。 まあ私の予想もノーランなんですけど、はい、そういうわけで、えっ、それでいいんだっけこれ、これキリア・マーフィーキリ違うよ、ドバード・ダウニー・ジュニアなんかダウニー・ジュニアがチャップリンの時にノミネートされて、うん、あのとき取らなくてよかったとかいうコメントを<あ>ってた取らない、<あ>ノミネートだけで、ええ、あれでもし取ったら、なんかひどい。 意外 <laughs> いないことになってただろうっていう。飛 <laughs> んなくても悪中、飛んなくても悪中になってた。そうよね。撮ってたらどうなってる。ど,どっちにしろな,たよね <laughs> っなってて。どっちしろなってて。まあね今回ね久しぶりすっかり全然撮ってるもんだと思ってたから。撮って今更って感じでしたけど、実は意外とそうでもなかった。うん。まあ一応演技派。いやいやもともと演技派ですから。もともと演技派なので。うん っていうかみんなから愛されてるよねあんなひどいこと言ってるんだって <laughs> か、ね、ひどいことってそうえっと別に去年アルチュ中なだけだからその暴力とか振るってわけじゃないしまあね今の奥さんとなんかいいしね、うん、なんか私インタビューした時は、はい、彼が、うん、突然ここに自分の前に、うん、サプリメントみたいな薬の、うん、なんか あのボトルをぼーっと並べて、ええ、私へ、えーってびっくりしたら驚いたとか言って <laughs> ーーそれ1個ずつそう飲んでいった、ね、何なのそれなんかよく分かんないんだけど <laughs> でも私はとても好きですてとて、まあ、も感じのいい人ああいやいやまあでも多分そういう感じなんで本当、うん、でしょうあの大体ねあのジャーナリストにだけ感じのいい人とかあんまいないからね <laughs>、うん <laughs> はいえじゃあ,あ、長いね。なんか長いね。うん、なんかジミー・キャンメルっていうおじさんがトークショーかなんか思ってるしね。トークショーって彼は。彼はロスなんだよね。ロス、たぶん。ニューヨークジミー・キャンメル、たぶんロサンゼルスからやってる気がするんだよ。だから、たぶんハリウッド的にはいいんじゃないですかね。全然あの すみませんえっと YouTube に時々しか上がってこないんで YouTube で時々見てますうん、うん、私もっぺらいコルベア派なんでコルベア見てるんですけどうん。で誰うん、ええー、コルベアあのレイ,レイトショーのああ<ー>、うん、一応なんかあれでしょあのライバルというか同じ枠であなんかいっぱいあるよねアメリカのこういうトークショーって、うん まあ、あのジョニー・カーソンから始まっていて、うん、ブラッドリー・クーパーネクタイもしてないまあそう一応こう皆さん紹介されるわけですねオープニングですからね、うんうん、でもちょっと長い気がするな、うん、早くも早くも時間が心配になってくるこの長さそうなんか眠くなっちゃうよね <laughs> え、あ,ね、あの地味きゃ、あ、じゃなかった、今のブラッドリークーパーの後ろにいるふくよかな人は。もしかしたらイーティの女の子、名前が出てくる。あ、そうそう、違う。あれ、違う違う後ろ。え、違う。ほら、ドリュウバリモアじゃない。こんなに。な,になっちゃったの。ふくよかになった <laughs> <laughs> え、違うかな。違ううえ、皆さん、どう思います、見てる人。 ジョディフォースタいいね若いね,若いねえ60も過ぎてるよね,ね過ぎてますよもちろん70近いんじゃないそろそろえそうなの、うん、あでもあの人デビューが早いからあら,あら一緒にタクシードライバーの2人だ 2> おおそういう,ーーそういうそれで映ってるのねロバート・デ・ニーロ、うん スコセッシともう取ることを決定の人ね <laughs> リリーグラッドストーンね、うん、取ること決定とか言わない取ること決定これで取らなかったでも前のオスカーで、うん、あのほら亡くなった人が取るだろうと思ったが取らなかったっていう前例もあるしねー、はいはいうん、ジョディホスター61だってまだ若いんだえ私より若い <laughs> <laughs> 私より全然若いよ若いはずだわな若いはずだわなしょぼうああ女演女優賞のノミネートオーバーって言ってません、ね、今言った、うん、ち聞こえあ,ちょっとあ,、ま、あげてもらうちょっとあげてもらってもいい、うん あ、出てるよ。ンドラフラ落下の人、ララね、落下の人。<laughs> なんかすごいこう。あれ、あんま変わんない。すごいね。旦那様を殺した奥さん役と殺すさごさいになってるよ。<laughs> <laughs> あれ今のどういうこと <laughs> 殺したか殺してないかの解剖学の話で、ね <laughs> ねまあ。いやいや、ちょっと今、通訳が通訳っていうかね、同時通訳だからちょっと、本当に何と言ったか分からないんですけど。まあ、殺したと思ったわな、<laughs> ああ見終わった時は。思ったわな、<laughs> 殺したよねと思って。<laughs> うんまあ あとちょっと犬がかわいそうだなってね。犬かわいそうだよね。ねえ逆ただよね。あれはスピリンのマサル。そうそうよくないと思う。思あれはよくないですよ。<laughs> あら、スピちゃんがいる。<お>スピルバーグがいます。シーズンったズンあ、そうね。スピルバーグの映画は今年なかったんで、ね。ああ、でも、えっ、ー、となんか、なんだっけ えっと、ブラッドリー・あれを制作っったっけ、クーパーのやつをマエストロかマエストロ、うん、スコセシとね、うん、あう一応あれがノミネートされてるんじゃないの作品賞にノミネートされていうからね一応入ってますねまあ取らないだろうけどね <laughs> <laughs>、まあ、シーズンチケットだから <laughs> シーズンチケット <laughs> あの親,親父転がしだからブラッドリー・クーパーのね まあ親父って年でもないですけど、おじいちゃん、じちゃんおじいちゃん。なんか一生懸命伸ばしてるね。なんでこんなに引っ張ってんだなんでこんなに引っ張してんの。長いよ。ここで全部のでも逆使ってしまうつもりかな。ここういうのってちゃんとセリあれがあるんだよね。シナリオがね。うん、もちろんありますよ。 だからライターがストライキやってると多分オリあのアカデミー賞もできないですよね。確かに。結構なんかマジでそういう心配してなかった、この間。ーあもうなんかもう疲れてきちゃったね。<laughs> <laughs> な話が長くて。長いよ。 もうほとんど家にいる感覚でやってた。うん、すいません、<laughs> おじちゃん長いよ。<laughs> すいません、朝っぱらから。朝っぱらからね。もうほとんどお茶の間で見てる感覚だよね。いろいろ忘れるよね。<laughs> そうそう、なんかこれがあの流れてるってことをほぼ忘れて今やってた。<laughs> すいませんあのわれわりと我々リラックスしてやってますいませんお茶の間感覚で。お茶の間感覚で。皆さんもちょっと普通に喋りかけるようにね。まきちゃんとか言って。まきちゃんこれ教えて。まきちゃん元気だったとか言って。何言ってんだよ。田舎のやっちゃんがね。いあなんかいっぱい出てきてないこれ。あなんかいっぱい出てきた。 誰多分これあのアカデミー賞自体の裏方の人なんじゃないこの式典の<ー>じゃないのかなあれ多分あのオーケストラとかでしょうんいっぱいなんか多分一応みんな出して <laughs> はい、ね、スタッフスタッフだから多分そ言ってるんだと ああ,あの今、<や>こういうことって言って、えー、超過料金が、あの、えー、長く、式典が長くなるんで、超過料金請求できていいですねとか言ってたんですよね。うんうん、はい、あそれであえっ、ー、と、助演,女,演女,優女優賞ですね。今あの、過去にもらった人たちの写真が。ユリスティンバーゲン。が出てますね。 あれこれでもえっと逆じゃなかったっけ助演女,演女優が女演女優女演女優から始まる。いやで,女演女優でも前はさ、全女,女,<あ>女優が<本>前年の男優とかに上げてなかった上げてて。もこれ女演女優でどう考えても。あジェミリー・カーティスで出てますね。うん、去年、エブエブで撮った、うん、<laughs> あ

なんかかもしかしたらトニー・カーチスと関係あるのかもしれない。なんかあったかなあまあまあ、あってもおかしくはないですけどねうん、うん、2>, 2人ともキャリア長いですからね。はい、ミアリ・スティンバーゲンってなんで撮ったタイムアフタータイムじゃない <laughs> あれで撮ったの確かあれた多分そこら辺だと思うな。オーマイが懐かしいあ五5人出てきて5人が1人ずつショあの。 そうだだね、ね、えー、紹介するん今あのメイリースティンバーゲンがエミリー・ブラントを紹介してますね。エミリー・スティンバーゲン何だろうね。うん、いい加減なこと言っちゃった。タイムえだ、ちょっとし調べて。あらよかったね、エミリー・ブラント。 もらえないだろうけど <laughs> あルピタニョンゴはそれでも夜は明けるはいはいメルヴィンとハワードだってえー、見てないや、うん、あれはねあでも日本で未公開だからねあ未公開か、うんまあ、そうかメルヴィンとハワードとか懐かしいなタイトル出てくるなここの<あ>こっちのノミネートされた あの、ふくよすぎるお姉さんは。<laughs> 名前ちょっと難しくて覚えられない。この人は、あの、前も、え、二度目のノミネート。え、<う>ダバインジョイランドルフさん。違う?。あ、違うの<や>か。全然わかんない。え、この人誰?。誰?。誰ですか?すか。 え、もしかしたらリタモレロリタモレノだ、リタモレノリタモレロだ歌ってるリタモレロがリタモレロはウエストサイドで撮った去年、おととしかおどいしスピルバーグの撮ってないよね、候補になっただけじゃないあ、候補いや、撮った去年、あ、おととしだっけおとしじゃない、撮ったんだうん、撮ったんだよ撮った人は来てんだまあそうだよね、どう考えてもだから、リタモレロはオリジナルの最初のロバート・ワイズ版にも出ててはい。 スピルバーグのにも出て、うん、それでルバーグのデッティ取った間違っかないッンねアメリカフェリーダネそしなんかテレビシリーズに出デッティえっアメリカフェリーダテ。ああ、そして。 こちらあのカラーパープルのダニエル・ブロックスね私一応あの彼女を候補とかにしてますけどこの人 <laughs> はいあ<ー>撮るといい<あ>撮るといいなこの人今顔見てようやく分かったけどあ今これ赤いドレス着て説明してる人、はい、ウォッチメンのテレビシリーズの人だよね主人公じゃない ウォッチメンはい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 っ、ねえー、と彼女も私ウォッチメン出てたんじゃない<あ>ダニエル・ルックスもあ,あそうなんだ多分あウォッチメン出てたのウォッチメンは正直お行きますよ行きますよあ行くあディバインディバインなんとか<あ>えーとホールドオーバーズのババイン・ジョイ・ランドルフさんが女演女優賞を獲得しました マキさんちゃんと当たりましたね当たりましたね、うん、見てないのに、ね、一応枠で開けてっててしまい <laughs> ました枠枠だったらダニエルフェラーだっていいじゃんってダニエルブルックスだっていいじゃんって話なんですけどいやでもほらもう一つこの人あるから本当 <laughs> <laughs> 大きいってダニエルブックスもかなりいいのもんですよいいやいや,いやあまあねでも大,大きさで勝ったりじゃない <laughs> からそんな体重で決まるみたいなこと言っちゃいけない <laughs> そうは言ってないじゃんでもでも確かに大きいね大きいよ画面にいっぱいになってるもんねしかもお洋服も大きいねあすごい感動感動のホールドオーバーズで、えー、寄宿舎のああそうかホールドオーバーズでなんかあれあの休みあの冬夏休み冬休みか冬あのクリスマス休暇に 家に帰れなくて、うん、寮にあの居残りになっちゃった男の子の,男の,子の話とかなんでね、確か。あそうなので、それの、えー、寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーを演じてノミネートだそうです。じゃ、うんうん、何年が舞台なの舞台それだってこの、うん んまあでもベトナム戦争なくしたっていうんだからそんなあでももう最近何したのあすごい1970年が舞台<ら>なるほどやっぱそうじゃないとだってこれそんな年じゃないのに息子っていうのはちょっとなねそうねうん なげえなぁいや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  <laughs> いやいや,いや,いや,いやこのぐらいは初初ノミネート初受賞です初し初初ノミネートなんだ初ノミネートでしょう当然いや知らないけどいやなんか前知らないフルなの人が何か言ったじゃんなどひどい何 <laughs> かな名前はひどうあったまあ,あのど,どうせ初ノミネートでしょうっていうのもひどいと思うんですけど初ノミネートよかったねあよかったよかったですよかった ポルジャーマッティが拍手してました。ポルジャーマティも候補になってますね。うん、はい。えっとね、ホールドオーバーズおいてけぼりのホリデーは六月二十七日日本公開が決まったそうですね。公開ですね。私たちは見てないです。見てない。まだやってない、うん、アレキサンダーペインだからね。あの見たいんですけど。これはあのあれですよね。えっとサグサグアフトラ。 うん、えと俳優協会でも,で,もでも撮ってたんでだから、まあ、だから撮るんだろうなともううな私も、ね、思ってはいたんですよ、うん、一応ね当てに行くならそりゃでも,でもさすがに見てない映画に投票するのはどうかなと思って、うん、私ほら枠を考えたもんだから枠 すごいでもきっとここにいる役者の役者というか映画関係者の半分以上は枠という概念が出来上がっているリウッドね。すでにだってさもうあの過去の受賞者で並んでる5人も別に言わないけど、ね、ち,ょっとちょっとねちょっとイメージ人種構成とか考えてる感がと考えなくても素直になっちゃうんですよそういうストレートにね。 なんだ適中とかそういうの出る？適中適中したよ。適なえな何か編集長くれるんですか？あ、全部正解したら何かくれるとかそういう。あじゃ俺ももらえないのか。まあいいや。ああなたもらえない。私はもらえい今日お頭付きのタイガ食べたよね。お頭付き。あ。うん。 ね、お友達がすぐ忘れてる。いや別にいいんですよ全然ねみんな知ってるからねあの、うん、うもうここ200人見てる人全員知ってるよ、うん、あいや知ってるっていうかえ<の>何が？え違うあのどうなんだろうねこれさちょっと聞いてみたいんですけどわんわん見て見ながらこれを横目で見てるっていう人はいるんですか え、皆さん意見も、意見も、二百人の中に、ちょっえ、六百人いるの？五百九十四人、六百人,人いたら一人か二人はいそうだよね。わあ、もう見てる人も、ね、そんなにいるの？朝か,朝から、すいません、<laughs> <laughs> ん申し訳ございません、せん <laughs> くだらない話を聞いていただいて、ね、わあ、を見てるのにこっちも見てるっていう気になるみたいなね。 面白いこと言っの人たち忖度の塊で話してる。ダメだよ。ダメですよ。もうね、六百人も見て、六百ての映画がいい、いい、いいってきっと絶対言うし。あ、えっとこれなんだっけ。アニメだよ。さ、あ鈴木。長編さんが出るかどうか。長編アニメーション。え、そこはもうもう長編アニメーションなの。もうだって早おは行ってないでしょ。行ってないでしょ。早おうは行かない。行かないよね。

マキさんマキさんマキさんじゃあ見た何を見たんですかマイエレメント見ましたよね見たよもうなマイエレメントはあんま好きじゃなかったマイエレメント2人でボロクソに言ってたんですよ見終わった後とそうだっけ <laughs> なんかなんかね <laughs> マイエレメントって、ね、マイエレメントねいろいろ言いたいことあるんですけど、うん、まあ言わないです、まあ、忖度忖度の塊なんであら何、うん 会場戻りまし片面ずつ聴いてる人もいる職場で聴いてる人職場で職場で聴いてばれないようにしてくださいね違うオースカじゃない違う違う違うこれはだから順番に長編作品賞のやつを順番に紹介していく今ホールドオーバーズの映画紹介をしてますね見てない人が大部分なるほど70年代の舞台だそうです アレクサンダー・ペインね、見たいですね、早く。あでもなんかちょっと普通にいいのかなっていう気はしちゃうよね。あ今のがアレクサンダー・ペイン。え、なんか子供みたいじゃなかったうん。いや <laughs> 私、顔知らない。私も知らない。会ったことないです。なんかこっから始まりみたいな顔してるね。ジミーキンベル。 照明がディバインって言ってるよディバインさんだから <laughs> この人ダバダバインでデバイン<な><で>デバインだ,だからあんな感じディバインなんですかね <laughs> ディバインいまあなそれ、まあ、ディバインディバインジョイさんなのか <laughs>、まあ、ディバインリ,リスペクトでやってるんだったら全然私は OK ですよ いやオッ似てるよね。大観 <laughs> 似てない。<laughs> 体型<が> <laughs> 体型だけだろう。体型 <laughs> リバヴァインの方が小っちゃいぐらいだよね。<laughs> あ,あ次はアニメーションあ、えー。アニメーション部門ということで。プリンセス・ピーチああ。えプリンセス・ピーチって何あこないだの,間のやえ、え、声やってたの このあのの間あマリオのスーパーマリオのああピ確かアニアテイラジョイおうおうおうえじゃあマッドマックスの2人が来るんだああフィリオサかうんフィリオサの2人が来るんだクリス・エムズ・ザースは<ら><ー>次のブロスの映画ページはマッドマックスですフィリオサフィリオサえ,えもう見れんの っていうかかインタビューしたのいいなぁ、裏山 <laughs>、まあ。オンラインだけどね。ああ相変わらず目がで、目が左右に開いてますね。ゲームしながら聴いてる。出勤しながら。片耳つイヤホンして聴いてる。もう皆さん、ありがとうございます。本当に。ばれないようにしてくださいね。会社でね。あっ、えー、っと、今ねた、短編アニメ映画所、えー、これ、どれもいいんだよね。あー 結結構構いいいいね結構どれもいいんですよ毎年ね見てないけどねこれ見るたびにいいなあとか思って、うん、結構で、ね、去年は割とネットフリとかで見れたんでっていうかなんかねいろいろアニメの可能性を感じさせる映像が多いよね、うんうん、いや短編アニメとか短編アニメとか短実写の短編のやつとかってあら、うん、<う>もうオスカで早いワイズオーバーワイズオーバーインスパイアードバイザ・ミュージック・オブ・ジョン・アンド・ヨーコっていう えさっきの最後に映ったやつですねえっそれってもしかしたらダコダハウスに住んでたあの人夫婦の話え、まあ、そうですよよっちょんまんどいうことワイズオーバーハッピークリスマスダコダハッピーススワイあ<ー>、うんえー、まあ今ね戦争いろいろあ起こってますからねあちこちでねああわかりやすいわかりやすいんだねうん わかりやすいわかりやすいって何？えーと、はい、二人の音楽のおかげですと。え、なんかほらなんかプロデューサーの人が出たけど、え、あ、これなんか監督ジョン・ケイノンのむ息子,の子？ええ、なんか監督じゃなくて右の人はプロデューサーって言ってたから似てない？ジュリアンですか？あんまり、あ、音楽 まあね。ごめん話がなんかよく分かってる。<laughs> <laughs> ピーター・ジャクソン私のピー・ージャクソン <laughs> ピーター・ジャクソンがプロデュースなんですよ。えあそうかピーター・ジャクソンほらあのジョあのビートルズのドキュメンタリーかあやってましたよね。うんうん これはどうやったら見れるのかねもう見れるのかねそうでうまあでも結構ネットフリックスかなんかで見れるのかね、うん、や,やりそうな気がします。ほら。ショーンか。ほら。息子ショーン,ン・ショーン,ン・レノンがプロデューサーなんだ。ちょっとへお母さん91歳になりましたとか言ってましたね。<laughs> よ,うこようこさん。ん91歳元気ですよまだ。へえ。なんかでもそのワイソオーバーとか言ってるけど。 レノンの宣伝みたいになってるのはどうなんですかねそれは。<laughs> はい。出たよ。あ、来た、来ました。お人気ですよ、ボーイズザヘロン。うん。あリニモーナーも結構人気じゃないですか。ボ <laughs> ットド,ドリームス。どうなんちょっと面白そう。うん。 なんか昔のアニメっぽいね。うん、カートゥーンっぽく作ってんのかね。まあそうです。はい。そして、えー、スパイダーバースですね。まあこれはさあさあ早くに行くか。お取った取った取ったおめでとうございます。二度目二度目ですね。千と千尋に続き二度目。うん で、誰が、あ、鈴木敏夫さんだよ。鈴木敏夫さん出るよ。やだ。やだじゃない。やだじゃないでしょやだ。敏夫さんが出る。すごい。マジ。え、でも、出ないよ。出ないよ。もう、誰ももらいに来なかったんだ。あ、誰ももらいに来なかったんだ。あ、そっか。あらあら。なんだ。どうした、返すの、あれ。

まああの、えー、繰り返しますけどあの映画としては全然「アクロス・スパイダー・バース」の方が僕はすごいと思うんですけどまあ途中だしうん前回も撮ってるしそうなんですけどまあね宮崎さんまあこれが最後だし分かんないけどね最後かどうかね、うん、まだ作るかもしれませんけどね でもこれ、アメリカ人、なんか割とスヒットもしてたし、うん、なんかよく分かったのかなとかだ、ねいやいや。だって日本人だって分かんないじゃん、これ何やってんのか。ううん、か別に分かんなくてもいいやとてことなんじゃないの。やっぱ、こう絵が良かったのか。ということは、本田さんの作、作感が良かったってことだよね。いやそうですよさすが本田師匠。<laughs> あれなのかね。あのジブリに飾っとくわけでしょ。多分<ん>まあジブリないのかどうどうするのかね。どうどうするんですかね。宮崎さんが持って帰るは持って帰らないような気がするんだけど。え持って帰るの。ジブリ美術館に飾っとくの。あオスか。うん。あそうじゃない。多分二つもらえるとですよねこれ。 え、敏夫さんの 2>, 2つの名前でしたから、うん、え、なんで敏夫さんをもらう <laughs> んですでじゃない作ったからですよ制作者がもらえるあ二2つもらえるんだじゃあそうそうそうこれは人数分もらえるはずなんですよねああそう、うん、だから多分自分で美術館に行くと見れるんじゃないかと思って持ったりとかしてああ私はほらアードマンのスタジオ行った時<あ>あのアードマンのスタジオにちゃんと飾ってて、うん、持たせてもらったよマジかよ、うん、写真撮った その時は写真というアイデアがなくて、撮りゃよかったら今だったらね、優勝ですとか言ってやってた。持ったらすごく重かった。おお、重いとか思った。それ持って写真撮ればよかったの、本当。でも、それは今みたいにスマホが流星の時じゃなかったから、カメラ撮ってくれたのかな、誰か。アドマンが撮ってくれたかもしれない。 アイスオーバーねはいこれもアニメいいあからえっ、ー、とだから短編アニメーションああ<ー>ハッピークリスマスかそうそうなんかこう,こうなんか聖徳太子みたいにやんなきゃいけないから、うん、こ,うこう聞きながらとか <laughs> 柳ちゃんと話したからにもう私の頭では処理できない <laughs> <laughs> <laughs>

あの町山のトークとかを聞かされるはめに聞かされ聞いてますう,きっとうんちこいろいろ言ってます言ってますよまああのそこらへんは夜の再放送でね皆さん見てくださいねああ夜の再放送はきっと切られてんだよえいやそんなことないよあようやりますよちゃんとあそうなのそのそのままの時間で、はい、あれ今ね「あ、えっと、哀れなる者たち」の作品賞の紹介をしてますこれはいい映画でしたね僕大好きです、うん、私も好きでしたうん ストーンよかったなうん、なんかこの世界観の作り方が素晴らしかったですねやっぱ映画でしかこれはできないなあう,うんそう<は>あよろこそなってますか今のはいでえっ、ー、と次はですね脚本賞と脚色賞のプレゼンテーションらしいあっプレゼンテーションじゃないやえっ、ー、と受賞らしいですね 来ねえよ早尾はやは脚本賞ですえっとどっちが先？脚本脚本って言いました、ね、脚,脚色ではなく脚本あで、まあ、両方やるみたいよ一緒やる、うんまあ、一緒かどうか分かんないですけどはいメリッシャーマッカーシーと送って<え>送って タビオスペンサーはどちらも脚本家ですかね。なかなかいや<ん>メリッサマッカーシーは仕事はしない。メリッサマッカーシーはこの前えっとなんだかあれで、うん、あれをやっていえ私この女優さん好きなんです。メリッサマッカーシー、はい、あのゴーストバスターズに出てたけど。 コメディアン、うん、コメディアンでスパイっていうのがすっげえ面白かったじゃん見てない<え>ジェイソン・ステイサムと、うん、あの人、えー、っとロブローが出ててそれ未公開だったんだけど、うん、それで即席スパイになるんだけど、うん、あれはすっごい面白いっ、うん、マジですよぜひお、はいしいどっかで見られるはずあの監督その「ゴーストバスターズ」の監督かなはい、はい だってどっちですかね。<laughs> うんはい、この人ななんかでほらノミネートされてたじゃん。主演女優賞に前あある女優作家の罪みです。<ー>これ日本未公開だったやつね。それでノミネートされてた。はい、あの主演女優賞。そうか。うん。なんかコメディアンだったのにはい、はい、真面目な。はいはい シリアス・シリアスアクターに。うんうん、はいえー、っと、で脚本賞ですね。アナトミー・オブ・フェイル。はい。はい、出ました。これが、これは本当に脚本賞、リヒノンか、はい。で、ホール・オーバーズ。これ、なんか実は、あの、昨日かなんか盗作だって訴えてる人が <laughs> いきなり現れたというニュースになってました。<ー>で、マエストロ。えー、それから。 マイストラも脚本賞なんだ,これもだ作品賞はさ自動的にノミネされるって感じじゃないメイディセンバーね。何すこれえっと、トッドヘインズの映画じゃないああ<ー>、うん、マイディセンバー,メインバー。メイディセンバー。メイディセンバー。うん。出たファ、えー、スト・ライブス。出た,とこっちゃった、かディーヌ・ソン。女性に人気の作品です。えー、そうなんだ。どこらへんが お<ー>まさかの落下の解剖学というか脚本オリジナル脚本賞しし。しかしですよ、まあ、これさ、フランス語とドイツ語なわけじゃないですか、フランス語。うん、で、それをみんな分かってる。<laughs> フランス語語アメリカ人はまあみんなフランス語は当然分かるというにことなんですかね、オスカーの投票できるぐらいの人は。 えー、まあでもさじゃあ他の何を押すかって押すのがないからなあ,<ー>あのあ、ね、ホールドオーバーズ見てないし、うん、メイディセンバーっていうのも見てないメイデ,イディセンバーが一番気になってますけどね、うん、あパストライブさ正直どうなのっていう感じですえ英語喋ってるのこの人はフランス語喋ってるのかと思ったえあっ鉛はすごいんだね

そそうか、まあ、そうかかなりますか、ね、いやだから前言ったかもしんないけど、うん、まあ私恵那ちゃんいまいちだったけど、うん、私の友達なんかは彼女の人生が裁判でどん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 こう、うん、あ,あらわになっていくその過程がすごく面白かったとか言ってた友達がいてまあ裁判ってそうだよなって私は思ったんだけど、うん。うん <laughs> <laughs> いろいろ明らかになるのが裁判,、まあね、裁判ですからね。うん、まあはい、そういうことで。でもまあまあまあ、まあ、そういう人もいた。まあでもなんかすごい大ヒットしてるみたいよ。みたいですね。大変評判いいんです。我々だけですよ。<嘘> <laughs> もういつも私たちだけダメっていうの多くですいませんね皆さん。<laughs> はい、面白いと思います。はい、千人だって。え嘘。 ついに1000人過去最高。はい。あアメリカすごい。えでえで脚色賞ですねアメリカンフィクション。はいとても面白いです。これは面白いです。これアマゾンプライムで見られます。これでも脚色あなんか舞台舞台があるんだっけ元が。いや本があるんじゃ。本があるのかなうん。あそ。うあこれも脚本本があるの。原作がありますマーティンエミスですね。 これ今さっきの。原作もう、原作もうすぐ出るらしいですよ。翻訳。え、早川から。早川。はい、そしてオッペンハイマー。オッペンハイマー。はい。大本命。大本名。え。じゃ、あこれでもし、取ったら。ノーランが、もしかしたら、三つ取るってこと。これ取って、監督賞取って。作品賞。取ったら、三つ。三つ押すか。何。一挙にいやいやいや。本一つも取らないかもしれないじゃないですか。はい、あ、バービー。 えー、バービー、これぐらいしかないという、グレタ・ガーウィックの賞、うん、かわいそうに。あグレタ・ガービック。グ、うん、レタ・ガーウック、同情票が集まるとか、そういうことはいや、グレタ・ない <laughs> ない、<laughs> ひどい。詳しいのは、あわれなのこれは、あの、客色としては、大変秀逸だと思いましたね。あの原作のからね、うまいこと、本当に、あの脚原作をこんな綺麗な話したもんだと。ーまあ、ちょっと原作読んんでないんだけど、うん まあでも、オペンオペマーまでね。ええ、意外、ミニカンフィクション。いや、確かに面白かったよ。面白かったです、これは本当に。面白かった。もう、脚色っていうよりは、なんか演出かなと思いましたけどね、僕はね。でも、セリフが気が利いてたけどね。でも、ええ、ちょっとノーなんだと思ってたんだけどな。 いやなんかノーランが三つ並べてんのいいなと思ったんだけど一つはすでに外れてしまいました一つ外れちゃったらもいつは意外でしたねアメリカの職場まあでもいい映画です本当にえでもこの人監督の人監督監督白人え黒人でしょ黒人なんかよくよくわかんないえ黒人だよえ黒人ですよ黒人黒人なの黒人でしょえ主婦 <笑><笑>いやいやいや,いやあらびっくりやっぱこう平等にみんなこうやってんのかな <laughs> 分配分配,分配してんのかな, <laughs> なんかそんな感じですねうん でもこの映画はあの主人公を演じたあのお,お兄さんすごく良かったね。はいはい。Amazon、えー、でやってるってことは Amazon が制作 Amazon 映画ってこと ?Amazon だっけ んだアマゾンプライムでもやってたからあっほ<あ><あ>んといやいや,そういやわかんないどう覚えてまあでもそうなんじゃないですかなんか割と変な最近のインディペンデント系の映画って最初に制作会社のロゴがこれでもかと出るからねいつ出るよね6つぐらい出るよね<う>いやー資金調達苦労してるなーって感じはするよね <laughs> だから、どれだ,ってそうだ、MC、m c m だったんだ。m c m で。あ、<あ> MGM と Am だ Amazon で。あ、そうだそうだ。あでも Amazon 買ったんですよ。確か。そうそう、MGM ア Amazon を買ったから、うん、それの最先としていいんだよ。ああ、うん。ほ、うんと。おめでとうございます、うん。これは好きだったんで、まあ。許すかと。許すことっていう。<laughs> え、でも、会心量、結構いいのがいっぱいあるからな。いや、そうですよ。え、何ですかベストサウンド歌。ベストあ、ベストソングあ、主題歌賞ですね。えっと、今、主題歌賞のあ,あの人、ビリーアイドルじゃなかった、と言ってなんだっけ、この人。ええビリーアイリッシュですよ。 はいはいはい。何？ビリヤリッシュ <laughs>。そんなそんな緊張させないでください。<laughs> はい、あのえっ、ー、とビリヤリッシュがなんでバービーの主題歌のプレゼンテーションをやって、ね、バービーはあれねあのケだけじゃないんですね。曲はノミネートは。剣のはノミネートされてるんです。ケンノミネートされてるでしょ。 余計もノミネートされてるけどあいやいやあの剣のジャストアケーンっていうあの剣の曲あそんな曲があったでそっちの方がで俺そっちが取ると思ってたけどでしたらねえラインゴスリングが上がるのかなとかバービーのことはほとんど頭に <laughs> <laughs> なんか私に理解不能な映画だったんで大歌唱はよくわかんない大歌唱家族賞かん、うん、アイムジャストケーン やっぱりライアンゴスリがあるんだ一応予定としては。え？<や>歌？歌わないのかな。えライアンゴスリが本当に歌ってあそうだね、うん、ミッキーマウスクラブにいたから歌歌えるのかな。歌いますよ多分。あ、うん、ララランドで歌ってたか忘れてたよ。よ <laughs> <laughs> あのそうえー、っと今緊張してるって,言ってたんですねあのえー、っと。 東京ニュース通信社の社長さんが来ていただきまし <laughs> <laughs> 我々の方言ぶりを見ているすいません,ませんお恥ずかし <laughs> い怒らせ緊張しちゃっています <laughs>、はい、のでちょっとね、えー、しばらくあのおとなしくなりますしゃべりが <laughs> 今あのビリー・アイリッシュの音楽を皆さんちゃんと <laughs>、はい、皆さん聞けないんだってだから聞いてる人 <laughs> こ,これ 流れたことすら覚えてないんだけどどこに流れてたの？インドクレジット？あそうなの？わかんない僕もいやらしいだけって感じでした。これ？アイムアイムジャストケンしか覚えてないですよ本当。これか。う二曲入ってたんですね。候補が。あこの兄フィフィニアスでこのフィニアスっていうのがピアノ弾いてんのかね？そうですそうですお兄さんがあのプロデュースしてるお兄さん。あそうなんだ いやここいやごめん<え>どれもどの曲も何も覚えてないんだけどわからない、ね。あでもキラーソルザフラワーも多分聞けばわかるんじゃないああわかんないな。<laughs> <laughs> おっ、はい、はいはいおめでとうおめでとうもうニュースは来たよ。え何長編アニメ映画ーはジブリあ、はい、ジブリ。 あれでね、あの長谷部重彦が言っていたあの日本人が飛行機事故と同じで日本人が関わったときだけし報じられるってですね。まあねだからこれで一応取ってこれでもしゴジラまで取ったら、うん、オッペンハイマなんか無視だよ。<laughs> <laughs> オッペンハイマ何部門って書いてあるだけです、うん、あト。マイケル・キート,キ,ートキャサリン・オハラ キャサリンオハラとマイケル・キートンってなるとビートルジュースですね <laughs> えっちょっと待ってこれワーナーが占拠してるの<何>今までバットマンだ今までほらあの <laughs> ああマッドマックスやったんだよ次なんだろうマッドマックスがプレゼンテーターで,ー、はい、で今度あの2人 2> <laughs> いや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 まあでもそういうのあるかあなんかあの話題作で固めてくるんですかねう うんね、ビリー・アイリッシュならではの世界観を感じることができたなるほどっていうかビリー・アイリッシュよく知らないから分かんない <laughs> 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 ビリー・アイリッシュいろいろね大変そうですけどねあの人もね、うん、なんかいろいろ混迷してる感が強いですよビリー・アイリッシュそうなのうんまあ個人的にですけどね 一ファットアイメイド4は一番盛り上がる場所でかかっていたけど覚えてないどこが,どこが,盛,りが <laughs> 盛り上がる場所ってどこなんだっていう問題あるよね <laughs> <laughs> あの映画で <laughs> っていうかほぼ記憶にないもんだから<笑><笑>あんなしっとりしてる時か,かかってたっけっていう感じですそうだよね,ね盛り上がるとこにはありる割となんか競争的な映画だったから <laughs> そう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 そ <laughs> 今ね滝田洋次郎さんがね「殺された旦那のことを」とか言ってついみんな殺された旦那って言っちゃう,、ね、う旦那殺さ,れ殺されたかどうか分かんないんですからねそれがあ映画の映画のポイントなのに、うん、みんなネタバレをしまくってるっていうね <laughs> 素晴らしいねネタバレっていうか別に最後まで見ても最後まで見ても殺されたかどうか分かんないんですよそう,そう,そう,そう。うん、まあそこが<は>ああのアメリカ映画だったら結末を,をちゃんと作るんだけど、うん、最後まで 彼女が旦那を殺したか殺さどうだったのかっていうのは分かんない作りになってるんですよ。まあなんかそこはフランス映画らしいのか、うん。のかまあそこら辺の脚本賞とかさ、取、うん、った遊園なんじゃないですか、うん、多分ね、そのオープンエンドな感じが。そう,そうそうそう。うん、なんか知的に見えるね。うん、知的に、知的<れ>ですよ。<え> <laughs> そこら辺にあるんです。えなん なんか今ちょっと時間があれなんで時間が,、ねはい、時間があダメダメもう来るよ<あ>来るよ<あ>来るよもう来ちゃった、はい、じゃあ次の次の時に次の時にやりましょうあ<っ>そこら辺にそこら辺にこう置いといてあ置いとくとそん,なんとなくねあのサブリミナル的にこう映ってあ,あのしおさんの話もいっぱい出てるんであのー、あとえっえっあそうかそうかあとしおさんと えー、おしいさんの「往復書簡」も最後に載ってまして、はい、ほんとだなんかおしいさんこの中では結構みそくそ言ってるんだけどちゃんと「往復書簡」では「愛がいっぱい」みたいな複雑な「愛情」関係が <laughs> 読み解くことができると思いますよ。はいまあ、ねねぜひ受賞記念、ね、ちなみに表紙は岩佐さん岩佐正明さんです。 そつなく宣伝する私たち。そつないよね。そ,ねそこにはジブリを語ろう。まあ、これはいいやえ。いいの。いいの。<laughs> え、だと、これの増補版なんだ。あ、そうなの、ね。そう、そう、そう。え、あ。あ、次特殊メイクみたいですよ。<え>辻さんが出る。特殊メイク。あ、違うの。あ、じゃ、メイクアップ賞じゃない。 うん、ほら特殊メイク特殊メイクっていうのはないんでメイクアップ賞ですよメイクアップ賞かメイクアップヘアスタイリング賞っていうそういうふうになってんだ特殊メイク賞はないって言って怒っちゃんずっとリクベイカーがもらえないっていうまあででもそうなんすねメイク賞これねメイクアップヘアスタイリング賞えっとメイクアップヘアスタイリング賞は一応候補を言っとくとゴルダ これ未公開ですね。これあれだよね。イスラエル映画ですよね。こ、うん、ゴ,ゴルダメイヤーの話でしょ。天気映画でしょ。たかんない多分。と、えー、マエストロ、オッペンハイマー、哀れなる者たち、雪山の絆。雪山の絆見ました。<が>うん、あのアンデス死の方向みたいなやつ。あ、今ね、えっと <人肉 S 1> パストライブスの。やめて、えっと。パストライブス再開の映画の<え>、えー、紹介をしてます。はい。 これはね、なんでノミネートされたんっていう感じの正直な話。いや、だから言ったじゃない、女性には。女性には人気なの。ども、これが人気なんだよ、女性には人気なの。いやいや、さっき、さっきあれだったねあの。ええっと、なんだっけ。えさっきは、あの、かえっと落下の解剖学が女性にあ。あいやいや、そう言ったじゃそれ間違えで。うんえ あのー、私の周りの女性か女性の人はみんなパストライブしてとても良かったって言ってましたね。出ましたましたマイケル・キートンとキャサリン・オハラ2人とも大好き <laughs> キャサリン・オハラこの前アーガイルに出て頑張ってましたねあでもあのー、マイケル・キートン綺麗に老けたよね。うん この前のあのフラッシュのバットマン役は最高でしたね。去年のベスト男優です、私の。矢野 <laughs> ちゃんもベスト男優だよね。うん、よかったです。まあ、2人に押されるってことは、また、たあれ、ちょっと問題なのかもしれない <laughs> 我々で。我々だけ。我々だけ、はい。ちなみに今の2人は今度のビートルジュースに再度も出てる、ね、あ、そうね。うん、ビートルジュース。 ツーがマエストロね。カズヒーローさんになっちゃう。カズヒロさんね。オッペンハイマーもあ老けた時はね、うんうん。まあ、これはそうです。ウィレム・デフォーのメイクですね。どっちかっていうとね。うん、おなんか人気だな、これはマエストロじゃないですかね。あマエストロですかね。わ、うん、かりやすい。 シングスだやったーまた外れた <laughs> <laughs> えあ、ー、哀れなる者たちナディア・ステイシー・マーク・クーリエ・ジョシュ・ウェストンさんが受賞となりましたえやっぱあのフランケンシュタイン博士のウィレム・フォーのあのめちゃくちゃなメイクうんあれはよかった、まあ、よかったっていうかあのメイクでちゃんと演技してるウィレム・フォー本とすごいなと思いましたね,私はね <laughs> 顔動かないだろうと思うんだ,だけど <laughs> え,ええー、でもほら リック・ベイカーなんか、サルの、ティム・バートのサルの惑星の時すごかったね。あれはってちゃか顔が動くメイクで、まあうん、これもそうなんだけどあれ。だって本人の顔、役者の顔が分かるようなメイクで、うん、あれでオスカー取らなかったなんて信じられないよね。って、また言ってる、ック・ベイカー好きなんで。<laughs> リック・ベイカー、まあね、そう特殊メイク賞があったら、リック・ベイカーとディック・スミスが毎年取ってたんですよ。そうっていうか、<何>リック・ベイカー、サルで取ったことないんだよ。ね。 それでれでさて撮ったことないねって言ったら嫉妬、うん、されてるのかなとか言ってうみんなに私とリック・ベイカーのなんか結婚式みたいな写真があるんだけどさなんで <laughs> 写真撮ったんで2人 <laughs> はい、よかったね。良かったよかった。よかった映画がいいからいい。<laughs> まあ。あ、音楽が音楽がかったはい終わり終わり。はい。良かったね。良かですね。なんかこういう人たちがオスカーがいいのはあの影で頑張ってる人たちがこうやって注目あべんな大変いいですよね。うん、そうですね。うん。え、あとは何？あと。 だそうです美術賞プロダクションデザインも一緒にやるみたいです。バービーね。キラーズ・オブ・ザ・フラワームワーン。ジャック・リスク、取ってくれないかな。うん、ナポレオン、ジャック・リスクですよ。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。いつもやってるやつじゃないいやいや、なんかずっとリンチから、リンチのさービかあ、そうかリンチのね。オッペンハイマー。オッペンハイマー、ルース・デ・ヨング。 クレアカウフマン。そして、哀れなる者たち。ジェームズプライス。これ、わかんないね。なんか。私、ナポレオンです。あ <laughs>、<laughs> やっぱ、哀れな者たちでしね。やっぱり、ダメか。キラーソープ。あ。ということで、哀れなる者たちが意外と。意外とね。意外と。いきますね。 ていうかあのあれね、技術,でいいでね技術系でよくあるパターンで、ね、技術系でいっぱいとるやつ。や前ほら、マッドマックスがノミネートされた時もさ、あの怒りのディスロード。はいはい、あれの時も技術系ばっかり。音響とかね。音響とかね。のばっか音響とかね。音とかそういうのばっかりっていうね。いやまあ、でも、そのおかげでいい映画ができるから重要ですよね。ああ、よかったよかった。そう。どうなんですかね。俺れ俺れなる者たち。 いやこの人たちもよく知らないけどチームなのかね。いやだからそのほらこのギリシャの監督の。どうですかね全然わかんない。でもイギリスの英語はイギリスですよ。イギリス取ってるからね。この発音できない人がいて、もう一人。あ、これはミキシャニアに。ずっとミハレックさん。ズザズと。ザ多分ね。 まあこれ自体は結構大きい映画大きくなってちゃんとお金を使ってステージ作ってたから多分それは新しくスタッフ入ってると思うんで、ね、イギリスがにこの前の FOX がサーチライトサーチライトだっけ、うん、2000だっけ なんかサーチライトがお金を出すようにようやく好きな映画を撮れるようになったって感じよね<ー>それ世界観ていう感多でこういうのをやりたかったんだなと今回見て思ったからかこの間だいぶ貧乏で苦労してたんだなっていう。そう だからあのロブスターとか、うん、何のあれもなかったロブスターとかもちゃんとこのぐらいセット作りたかったのか私だからロブスターとかもう一回セット作ってリメイクするとすっげえ面白くなるんじゃないかなと思うな気がするなってあ懐かしい今見たあの裸の人が通り過ぎたやつはいはいはいデビット・ニーブン何をやるんですか あ、来来たたよ、<え>来たよ <laughs> 誰何やってんの <laughs> あこれジョンあのプロレスラーのジョ,ジョンシナジョンシナ好き。<laughs> <laughs> ピースメーカーだよ。ジョージんがストリーキングをしようとしてるというギャグを今やってるんですね、うん。ストリーキングっていうあれだったね。<laughs> 懐かしいな。それを覚えてる人が一体何人いるんだろうかって感じ。<laughs> 今なんていうの？いやだて裸で走る人がいないからい今。<laughs> あの時は流行って流行ってた、ね、名前がついてたけど、ね、今いない。え？<laughs> プレゼントプレゼントなの？えー、マジ？靴は履いてるっていうね。<laughs> ジョンシナが裸であれを持って出てきましたよ。よでもさ読み上げるときどうするんだろう <laughs> あれ。<laughs> 今あの股間のあたりをあの紙で隠してジョンシナーが出てきました。あ衣装衣装だから。 衣装だから <laughs> 衣装は重要です <laughs> <laughs> はい衣装デザインはバービー,、ね、ー,ビージャクリーヌデュランっていう人です、はい、キラーズオブザフラワームーンジャクリーンウェスト、はい、ナポレオン オッペンハイマーそして哀れなる者たちあこれは基本的にはナポレオンなんだけど哀れなる者たちですかねああれいつの間にかやっぱり哀れな者たちですねこの前の怒りのデスロードと同じ状況になってきたね <laughs> 羽織なる者たちは取るよね取、まあ、りますね、うん、衣装は素晴らしかった、うん、というかもう美術の一つになってるん、ね、<laughs> <laughs> ていうということで意外意外にも意外にもって言っていいのほどかね哀れなる者たちが、えー、メイク衣装美術と取りました,あと何があった あと俳優か、あと俳優関係か。作品。あ音響賞とかあるよ。音響賞とか。音響は別に。音響はそんな考えなかったけどね。音響はあれですかね。いや、でも、ベハイマもそんなにいいと思う。関心領域か。関心領域。音響がいいのは、デューンです。デ <laughs> ューン2。デューンは今年、来年ですよ。 この人、ヨルゴス・アンティモス。お<う>ギリシャの監督ってコスタ・ガブラスってギリシャだよ、ね、そうです。あと、テオ・アンゲロプロスね。ああ、ごめん。テオ・アンゲロプロスとあんま縁がなかったけど、<laughs> コスタガス・スタガブラスはね、Z が好きだったから。いやね、コスタ・ガブラス、そろそろちょっとリバイバルとかしてほしいんですけど。していいですあ告白。告白ってのも好きでしたよ、うんあ。結構ね、好きでしたね。え もう一人いたよね、魚の出てきた日って誰誰だっけ名前が出てこない。メリーナ・メルクーリーのな。いや、メリーナ・メルクーリーじゃなくて、キャンディス。メリーナ・メルクーリーの奥さん、旦那そう。メリーナ・メルクーリーのジュルズ・ダッシンだよ。えあ、そうか。あ違ったなんか。こが出てきた日。うちの弟が出てきた日。マイケル・カコヤニスです。マイケル・カコヤニスか。 ギリわれわれのギリシャ映画師ってそれその辺でアングラプラスカコヤニスコスタガブラスそしてランティモス全部すがつくウィン・ジョンソンだウィン・ジョンソンとか言ゃちゃエイン・ジョンソンプロレスラープロレスラー同士はいまたコマーシャルですね <お>すごいまあジョンシナが良かったですねジョンシナは良かった<笑><笑>、はい、いやこれ全然バンクルアスじゃないよねまあね取っても衣装は絶対取ると思ったな、うん、だってバービーの衣装なんてバービー人形から来てんだから <laughs> 別にいろいろね,ねバ,バービー人形そっくりなものを作ったというそっくりなもの作ったあのピンクの銀ガムとかさ、うん だからそれでなんでこの人をノミネートされてんのとか思ったぐらいなんでもう全然もうね、まあ、衣装とメイクもなメイクもやっぱり圧倒的にあがりなものだったからなえメイクももうやったんだっけ、うん、あそこ<や><や>そうメイクだから特殊メイクとさ普通のメイクアップ一緒だから分ければいいじゃんね、うんまあ、じゃあずっと言われてるうんまあ,あ <laughs> いや そうですねまあでも良かったですねこの三つはね何それえ、なんかいろいろ書いてる何はあえなにえなにはいはいええあ過去の取材過去の取材あったことあるし あ,<え>あんまりなさそうだよねいやビあのたしあこのあの人和弘さんだけはいました和弘さんあそうかあ和弘さんだけは何度か会いました、うん、あのほらこの前も話したけどリックベイカーのお弟子さんなんではいはいえー、私あのしおえあ国際あまたパーフェクトデイズですよ <laughs> 日本人取らないと思うけど <laughs> はいえっと国際長編映画賞はですねえー、なんだえっとイタリアの「イオ・キャピターノ」から「パーフェクト・デイズ」えー「ベンダース」と「雪山の絆」これスペインになってますねあ監督がスペインだからねああバヨナだっけ、うん、えっと「ありふれた教室」これ知らないんだけどあそれ見た ドイツですドイツ面白かったですよ<当>90何分ってのが良かったねそして関心領域関心領域、うん、でこれはあの過去の経験から言うと国際長編映画部門とあの作品賞両方ノミネートされてるのはまず間違いなく国際長編映画賞を取りますってことは関心領域が取る <laughs>、はい、でも関心領域はすごくいい映画だったんでこれは取るんだったら文句ないです、うんうん、まああのそうなんですけど 私も、ね、もういいよそれ言わなくても、はいあいいやいいだともしょ本当に言ってるよ言ってるよ同じこと言ってるよみんな思うんだよじゃあみんな言っていいんだっけだこれが <laughs> そうですあ<ー>あ、ね、もうあのことは免罪符にならならないって言いたいって言ったらすごいね <laughs> いやね これを作る時にあんなことが起きるとは思ってなかったわけだからね。もちろんああパーフ,フェクトデーズね。ユニクロユニクロ映画ね。うん、ユニクロ。いいじゃんユニクロ映画 <laughs> なんかユニクロじゃんとか言うけど、なんかポルシェ10台買うよりもよっぽどよくないですかこっちにお金使ってくれる方が。だから。はいうん ね、そんな無駄遣いじゃなくてちゃんとこうやって形に残るものとしてやってるわけで見るとイラッとするのよえユニクロだと思うけ今日ユニクロの服着てるっていうこの前もそんな話をしたよね<笑><笑><笑>ユニクロ服,服が悪いわけじゃないですユニ,ユニクロの人間にだからさそういう生活が美しい生活だって説教されることがイラッとくるわけよ <laughs> そうかなんかそういうあの樽を知れとか言われるわけでしょあの映画見て<ー>それがイラッとするわけよ わかるこの感じどうせね<や>我々は足りてね,足りてねえからこう,こうやってひひ言ってるんでいや私足りてるよ足りてる <laughs> ユニクロで <laughs> ユニクロで足りてるだってユニクロはにあのー、一見貧乏そうな人を全部なくしちゃったからねあ、はい、まあいいですそれで、はい、えっとあ<ん>曲曲ですキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンの、えー、曲が楽曲賞だっけ もうこれが取るよえ嘘。だってこのこのこの雰囲気みたいな。いや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 。そんなそれだったら何だって取るよ。いやいや今今はそういうふうに動いてる。ん世の中が。私はね。これはお星野自身がお星野がしいな。お願いします。これ最後の曲ですね。多分。最後のエンドクレジットで流れその前にあのバーとカメラが上がっ撮るでしょ。 覚えてない。みんなで、覚えてないのか、最後 <laughs>、みんなか、どん,どんたがた、叩いていくと、カメラが上がってるっていうあ。え、それ、なこ,これが、あこれがさあ音。音楽賞、うん、歌曲賞です。<楽>歌曲賞。あ、これか。これがノミネートされることがすごいよね。あ、ソングフォーマイピープルだからね。うん、あ、そういう役なんだね。これ読めないやつが。 そうです。ね、あだから、おせいの曲、言葉。なんじゃない。おせい語ですねうん、うん。いや、これがとるわね。ま <laughs>、うん、もう、ちょっと今まで関心がなかった、関心不良域だったんだけど。<laughs> 今ちょっと関心を示して。ああ、そういうことかみたいな。 ういうはい終わりましたねスタンディングオーベーションですスタンディングオベーションやっぱり取るよこれかあも,うリもうリリーも映るしねあ少こしし老けたないや、少し急激に老けましたね老けたね、うん、ちょっと腰曲がってなかったえ？腰が曲がってた、うん、スピルバーグは元気なのに ドゥエイン・ジョーソンソとバット・バニー<え>何を知るのバッドバニーって何歌手ですねラッパーラッパーうん知らない何か新作あんのかなああそっか国際映画賞ですね <laughs> バット・バニーなんか最近出てたよなん,かなんか見たな知らないあバット・バニーか国際長編映画賞 パーフェクトデイズじゃないと思います <laughs> まあ関心領域ってことで関心領域ですユオキャピターノでももし取ったらさ、うん、ユニクロが10%オフとかいるかもしれないよ <laughs> 買おうよそしたらあ、こ日本アカデミー賞は別に <laughs> <laughs> 取ってるらしいですよねアカデミー賞ね最優秀賞ね さあさあさあ,さあ,あやっぱり関心関心領域、はい、まあこれで取ったってことは 作品賞は取らないだろうと思ってたら、たらたパラサイトのやったんだよねそ。それのせいで、あの作品賞を取った時に喋ること何もなかった。うあの時はね笑いましたね。まあでもオッペンハイマーがあるあるからジョナサンクレイザーは最初からもう諦めてた <laughs> まあ、まあ、あのここここがメインの狙いでしょう。うん、メイン狙いとか言っちゃうね。さあ何何をつかないジョナサンクレイザー。さなんて言いますか今のこの。なんかでかいの落ちそう。 おなん,かそうなんかすごいなんか長いの持ってきたよ。これ多分練習してきたね。5分間で喋れる。そうなすごい早くで喋ってる。ていうか読みすぎだよ、あんた。<laughs> 下見すぎ <laughs> もう普作文読んでるみたいな感じじゃないいやいやこれ結構でもおっちゃんと言ってんじゃんあらおえらいらいねジョナサングレーザーさすがうんちゃんと近見今のお姉さんも出てました、うん、あはい ちゃんと技の犠牲者に言いましたねイグラ人がいっぱいいるのにね、うん、やっぱりイギリス人だからだよまあね、うん、あこの映画はとてもいいです <laughs> 前も言ったけど<あ>とても音響がいいので劇場で見てほしい映画ですねこう家、ね、で 家の中で家,家の自分とこの家で見たらあの良さが半減すると思うなあ,まあ来ましたよエミリー・ブラントとライアン・ゴスリングえなんでなんでこの2人なの <laughs> どういうこういううういいど組み合わせなんですか一、ね、助演男優と助演女優の候補っていうことですけど <laughs> エミリー・出てんの出てない出てない出てないよね え,え何バービーに出てない,、うん、いバービービ役で一回ちょろっと出てもいいんじゃないかて出てないなんかすごいラフな格好してないあのー、ケンちゃんケン,、まあ、ケンだからだ,ケンだか,らかなあそのバーベンハイマーにちなんで2人出してってことですかねそういうことか、はい セットでねしかも2人ともオスカイノミネートされてるし、うん、ケインスプレイニングしたのえ次何なのわからないんだこれが 2>,、うん、2人で漫才してるだけで何やって 何の、何の役割。ああ、え、ブック社。あ、ブック社。あ、ビジュあスタントマン。違う、スタント。アクションコーディネーター、どっち。おお。なんですか、やっぱスタントマンとかの。スタントマンだ。ンああ。 あ<ー> <laughs> あもうほら今のはーノーランが好きなワイルドスピードでしたねなん <laughs> ですかねこれは単にそういうご苦労様っていうやつですかご苦労様かね RRR が出たジャッキーチェンだジャッキーチェン出ましたポリスストーリージョーンズ大脱走えっ今のダブルオセブンじゃなかったいやいや最後のねああ、これはジョンウィックですねあこれはダブルオセブンじゃない違うわ 誰かに何いやいや、スタントマンさんありがとうっていう。ありがとうか。賞出せよいいじゃん。いや、賞出そうとかいう話あったんだよね。作ればいいじゃん。そしたらみんな命懸けてくれるよね。でも、あんまりやるとそれで、どれをね、エスカレートするのもよくないよね。なんかだってさ。 死にそうなことやったほうが偉いってことになるじゃんそうだね。で最終最終的にトム・クルーズが取るというね支援 <laughs> 男優賞は取れなかったけど <laughs> スタ最優秀スタントは取れるスタント賞取ったら笑えるよね <laughs> <laughs> 確かに2つでノミネートもありえるかもよさあ <laughs> <laughs> 次は何なんですかね分かんない

関心領域あごめんごめん、うん、関心領域はほとんどアップがないのであ5月の24日公開です、うん、それでアップがないので役者さんの顔が判別あんまできないのね。だってサンドラ・フラー出てるって知らなかったもんね。知らなかったぐらいで, <laughs> でサンドラフ・なんとかっていう人が落下の解剖学の主演女優賞にノミネートされてるドイツ人の。 役者さんが、声に出てて。あの、はい、出てるんですが、アップがないので、私は全然気づかなかった。っていう。顔も、顔も全然違うしね。うん、違ってて。あ、次は助演男優賞です。さあ、さあ。オッペンハイマー。最初の、賞が。いるのでしょうか。ロバートダウニージュニアが取るか。 まあライアンゴスリンが撮りたくないと思いますけどね。<laughs> そんな,なことないでしょ。ホントはい。ジョエン・ラン優勝は、えー、候補はスターリング k ・ k ブラウン、アメリカン・フィクション。弟でですね、アメリカン・フィクションね。あの弟よかったです。うん、で、えー、ロバート・デ・ニーロ、キラーズ・オブ・ザ・フラム。これ、いつものデ・ニーロ。で、えー、ロバート・ダーニー・ジュニア、オッペンハイマーは、えっと、ルイス・ストロースっていうあの嫌なやつ、原子力委員会議長の嫌なやつ。 役をやってるロバート・ダニジュアからバービーの、えー、ケンライアン・ゴスイングと哀われなる者たちのダンカン弁護士役の、えーま、彼女エマ・ストーンを誘惑する役ですねマーク・ラファローですで実はあれなんですねマーク・ラファロって最近結構毎回ノミネーされてるんですねうんあの私あ,あれの時なんだっけ あゾディアックあの時インタビューしたんですよ。でそしたらあのデビッド・フィンチャーがぜひこの役をやってくれて刑事の役をやってるんですけどやってくれって言ってスケジュールが合わなかったから断ったんだってそしたら「待つ」って言ってくれてあのフィンチャーがよだからすっごい喜んで。 喜んでた、だから、やっぱ、すごいやっぱ、うまい人。まあ、実は演技派なんですね。実は。演技派。別に、ハルクが彼じゃないんですよ。<laughs> あの、ロバートダウニージュニアがアイアンマンじゃないように。うん、<laughs> みんな二人とも演技派なんです。うん、実はね、もう、最近、本当に演技派として,見てくれてる人は,剣人技は、県の人気が高い。県の演技高い。私もね、県、あの、私も、実は県にとってほしいなって、ちょっと思ってま、ね、マジですかいやいや、本当。 あごめんああの何度も言うけど理解不能な映画だったんで <laughs> 私にとってはケンはねよかったですよ結構本質を出してて、ね、空っぽな人間の<笑><笑>空っぽな人間に本質があるんですか,いやか何もないっていうことですよ空っぽだって大変合戦でもほん空っぽそうな顔してるでしょしてるよね,ね素晴らしいと思います、うん、そうか,そうか今回実は MCU から2人ってことですね ね、アイアンマンとハルク,ノミ,、ね、ハルクノミネートされてね取らなかったら暴れるとえまだ1時間経ってないんだってううもう1時間経ったような気分だけど <laughs> でもう経ってるよ全然8時からだって1時間半ですよもう<ら>だ,ごまだまそうとしてますよこの人ジミー・キンミル <laughs> あ今ねジミー・キンミルね今まで1時間も経ってないとか言ったんですよ。よ うそー。やばいよ。やばい。どうしよう。どうしみんな見たらその場で忘れてください右から左にね。はい。あーまたえ出るの？おえ苦しいのか。あれ出るんじゃない？もうまた大量の。うん。えっとね。サムえ誰だっけ？誰？また五人出てきましたね。また出てきて出てこない名前が。

エヴのエヴィエって役,役し方が嫌いで<ー>言ったら負けと思ってえじゃあ役し方が嫌いなだけなの、うん、私全部ダメえー、もう全然 2>, 2回見てちょっとなと思ったけどだからエヴエヴ九90分にまとめればよかったんだよ2時間何分もあんだよ <laughs>、うんね、関心流域だって106分なんだよ <laughs> そういうわけでまあいいですね。えっとジョエル・アン・優勝いいはい。なんかエブエブになんか恨みがあるみたいな感じですよね。ね。サムロックウェイちょっとすごくないあのアーガイルの人たちがどんどん出てるよね。<laughs> 確か<に>ということはアーガイルは演技派の人が揃ってるって。いやいやそうかな。<laughs> まあ確かにね。 スーさんの旦那。スー,旦那スーさんの旦那って言われてますよ。<laughs> まあ彼女のおかげで立ち直ったっていうね。あね、えー、あそうかまあこれがあの全員が一人ずつ紹介していくんですね。じゃ、うん、ロバート・デ・ニールは誰が これいいねでもね。ティム・ロビンスはあの死刑になるやつで取った違うったティム・ロビンスは死刑になるやつ昔、私、この人の。サィム・ロゲンノートされてると思うんだけど、取ったのはいつですかねデニールを紹介するんだ、なかなか。れだね ティム・ロビンスはミスティック・リバーあミスティック・リバーでキヨワの奥さんを持っちゃった人かなかなうんああ<ー>んかもうじいさんになったねティム・ロビンスねティム・ロビンスねデニーロのが若いぐらい、ね。<laughs> ベニルだってこの年で娘ができ、もう、ね、赤ちゃんで来たんじゃなかっ、ね、大変なことですよ。あら、クリストフ・ウォルツバルツ。バルツ、バルツ。この人はお女演女優賞2回。2> 女優男優賞。女優<演>だ <laughs> ごめん。女男優賞を <laughs> あのイングロリアス・バスターズとこの前のジャンゴゲットってますね。ジャってんうんうん。 剣対照的だね。いやいやいや、これで取ったらどうかね。<laughs> このしマハーシャラアリーは マハ、まあ、ーシャルアリーはん、えっと、だっけムーンライトですよムーンライト,よムーンライトあなんか映像が乱れてしまいましたね。あ,あ,れあらあら、回線がダメじゃん,んすわ。だ さあ、マガシャーリがマーク・ラファルを紹介してます。で、最初はじゃあスターリング・系ブラウンだったのってことだよね。ええ最初がスターリング、えっと、ヒーホイカーンがスターリング・系ブラウンを紹介してたのかなあ、そうだね。ちゃんと見てなかったね。エブリシン・エブリアの悪口ばっかりね。どこの人が読むんだあはい。ほら、ロバート・ダウンジ当たった。はい。あクールに。かっこいいね。 さすがロバート・ニジェニア。初めてなんだわ。それは意外でしたね。二回ノミネートで初受賞？主演主演ですよね。前は主演二回で。え主演二回ってなんとなにえなんだっけ主演に流されたのプリンだけじゃない？だけ？じゃあ一回だけ？もう一回ジョ主演取った？もう一回もう一回ノミネートされた？いやいやえ取ってないよ。え取ってんじゃないの？取ってない。絶対取ってないと思うな。 飲みてるだけでしょだ,だって私その時インタビューしたんだもんチャーリーの先にも <laughs> でサインを頼むサイン書いてあまあいいよ、うん、この話 <laughs> サイン何どうしたいやいや変なこと書かれたんで <laughs> その話をしようかと思ったけど <laughs> あまりに変だからやめとこうと <laughs> 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 やっぱ昔から変な人なんだなって感じ 昔は特にそうだよ、ね。<laughs> まあ、でも、あの、本当におめで、おめでたいですね。おめでたい、あ、でも、すごく、彼、良かったです。うん。うん、なんか、いい、あれになるよね、指針になるじゃん。あね、なんか、アル中の人とか見たら、俺もこうなれるかもしれない、とかさ。 見事に復活して、うん、だからアイアンマンの時に彼はあのー、やっぱ映画会社の方は嫌がったんですよね<ー>いろいろ問題、うん、まあそれをマンフあマークラッフォーじゃなくてあのほらあの監督、はい、出てこない、うん、あの人がすごいアップして、うん、どううしてもてて、ね、そ,うそ,うそうやってくれて。 いやまあそれでねこうちゃんとスターに感じられる際だったのでこの人って確かジョニーデップとえっ、ー、とキアヌリーブスと同い年じゃないかななんかてかあそこら辺のグループだよねあそこら辺のグループで <laughs> あの昔はだってななんだっけえっ、ー、と、えー、あれかえっ、ー、とときめきサイエンスが出てるんだ懐かしい <laughs> か<に>ブラッドパックとか言ってなかった あの頃ですよ。あっ、渡辺明夫さん、行きたいんですよ。私もここ行きたい。今ね、ジョン・ウォーターズの展覧会をやってて、行きたいのですが、うんまあね、まあ、これはね、まあ、鉄壁ですね。いやいや、良かったですよ。うん、まあ、ていうか、あの取ってよかったねっていう感じですね、割とね、素直にね。うんうんうん さらに応援できる。いや、そうですか。はい、あと、なんですかね。若い頃にいろいろあった人。うん、なんか、いい、いい奥さんと結婚すればいいってことですね。<laughs> いい奥さん、伴侶を見つけよう。そうですね。そうですよ。 あ、だから今さっきのほらミスティック・リバーもいい伴侶を見つけた人はよくなってダメな伴侶を見つけた人はダメだったって映画だったじゃんそう,うそういう映画なのかいそうだったよねちょっと違うようなうな。違か。気がするな今そうだったようないがあったんだけど、うん、そうですか シャーロック3やるの？やるみたいよ。え？え？彼がやるの監督？監督？監督あえガガ？ガイリッチじゃガイリッチじゃないの？ガイリッチじゃないと思う。え？ないの？やんやん,やんないって？うんなんかガイリッチっていう、うん、じゃなかったような気がするな。 っていうかまやいやドキュメンタリーじゃなくてな,なんか割とねえっ、ー、とアングラアングラ,系のングラー映画監督みたいな、うん、有名なんですけどあんまお金持ちではないよねそういう意味じゃねあだから子供の頃から頑張って仕事してたまあ、1600人以上え視聴者がどんどん増えてあの今日って何曜日だっけ <laughs> いやあめあえ月曜日ですよ今日月曜日じゃん月,月曜日月曜日朝から,朝から 1> 1週間これからどうやって皆さん暮らすんですかね <laughs> もうねえ、グロス的には今、絶好調ですから。ありがとうございます。うん、あっ、視効果賞ョ来るよ、来るよ。来るよ、るよ四角効果賞え、ー。視覚効果賞ョーは、ザ・クリエイター創造者ゴジラマイナス -1.0 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、えー、ボリューム3 ミッション・インポッシブル・デッド・レクニング・パート1で,でナポレオンナポレオンだけ浮いてるよね、どう見てもだとあれデジタルの勝利の映画じゃない、うん、まあでもそれを言うんだったら別に、ね、1, 1億5000万ドルで作ってるわけだからで,、ね、でもクリエイターは5000万ドルで作ってるからね、うん、私はクリエイターにあげたいんだけど、うん、まあこれはゴジラじゃないですかね 別に俺全然あの映画がどうだっていうことじゃないんですけどまあ向こうの評価のされ方から言ってゴジラがとるんじゃないのっていう投げやりな態度。まあ今まで <laughs> あのいいものがなかったから突然 <laughs> ちゃんとストーリーもあってちゃんとした映画になってたから、まあ、あほらあれをストーリーと言っていやまあい,い,いや一応今までなかったじゃないいそんんななことはないんですけど <laughs> まああ多分そのああるよね絶対 <laughs> 日本の日本から来るゴジラって基本的に着ぐるみでやってるってイメージずっと着ぐるだったわけですよ、うん、あの新ゴジラの前まではそうね、うん、延々とその着ぐるみゴジラであの伝統的特撮でずっとやってきたから、まあ、そこを急に今風にちゃんとなってるという部分はあるんじゃないですかね,ねまあそれは我々も思いましたからゴジラ取るかもしれないね取るかもよ山崎。 山ね今さっき犬が何度も出てたけどこの犬こああこれ今ね今あの落下の解剖学の作品紹介をやってますねスヌープ君ですよパルムドッグですよパルムドッグ私は殺してませんって言ってましたそして視覚効果賞と編集賞だそうです さあ日本人があれする誰ダニ,ダニーデビートとしわれじゃないか<で>スインズスちゃんなのそうでしょうイ,インズですよ <laughs> えリメイクかなんかするのかね<や>この二人 <laughs> <laughs> いや<ー>懐かしいですねいやビジュアルエフェクトじゃない二人ってこと 懐かしいよ。ツインズも誰も覚えてないよね。全然覚ええどうやどうして二人がツインズだったんだっけ。え双子なんだけど、いいところは全部小説なんかに行っちゃって、カスが残ったのがダニー・デビートっていうそういう。劣性遺伝と優性遺伝と優性遺伝の話。小説家すごいめちゃくちゃ頭あの頭も物理学者かなんかでよく覚えてんじゃん覚えてない？全然覚えてないよ。ストーリーは全く覚えてないけどね。 設定すら覚えてない <laughs> <laughs> あら。あら、マイケル・キートンがなぜか出たああ、これバットマンだからね。何でミスター・フリーズとペンギン。ンギンあミスター・フリーズはどうでもいいけど、ペンギンだったね。<laughs> ミスター・ペンギン。ああ、もう一番好きなバットマンはバットマン・リターンズです。<laughs> この二人が共演した。<laughs> まあなんかそういうのでは色々、いろいろ。 いろんなものを思い出させてくれる人たち、ね。あ,あ、いいね。そうですね。いいですね。我々のような。じゃあ、あんまり思い出さない。<laughs> <laughs> はい、あれは、うん、老人にもぴったり。クリエイター。これ素晴らしいクリエイター。あ、もう、てようで頑張った。ほら、評判いいでしょう。えー、ゴジラかなあ。あ、俺ゴジラのようなの気はしま。ちょっと。<laughs> いやいや。 これ何ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーあ。これは取らないな。<laughs> <laughs> なんでだよ。いいじゃん。<laughs> あこれもそこ,このアクション大好きですよね,あねあの。今、オリエント急行が落ちるシーンのアクションですね。そしてナポレオン。ナポレオンはオンあの全て作った。何もない。<laughs> 何もないところで全て作ったって。素晴らしい。さあ、さあ、さあ、さあ。 はい、皆さん、ドキドキですね。さて、星川ゴージャス。ほら、ゴジラだ。<ー>ほらね。これ、取っちゃったよ。山崎、山崎さん。ほら、あ、出た、あ、ゴジラ持ってる。ゴジラを持って、舞台に上がりますよ。え,こ<れ>え、なんでこんなにのぼんだよ。<laughs> <laughs> ごめん。<laughs> <laughs> 一生に一度なんだから許してあげなさいよ。一に一度あそうか,かビジュアルエフェクトっていっぱい登るんだっけそうそうごめん ILM が登るなら許す癖して<笑><笑>これは多分やっぱり俺思ったんですけどやっぱ監督がノミネートでスピーチできるっていうのが強かったんだと思うよそんなこと考えてないいや絶対あるって監督兼資格公開なんてないもんそんなの映画まあないね <laughs> <laughs> 普通ありえない。な何語でやる？日本語でやるのかな？いや、ボンってきたんだから英語喋るんじゃない？うん、ほらやる。頑張った。ほらずっと下向いてるし。ずっと下向いてる <laughs>。声があれだった。<laughs> いや、そのこう外した方がいいんじゃないかって。<laughs> <laughs> まあ、そりゃね,ね、ちょっとね、ずっと下向いてるのよくないね、やっぱりね、イメージがね。でしょ、うん、もう関心領域の人はんであれは完璧に3分間で喋れるようにって、絶対作ってきたんだって、うん、あれは。だから、すごい早口だったじゃん。これはちょっとね、そうじゃねあ時間はさ、許してくれるんだからさ、こういう場合は。もうちょっとね、ね自分の言葉で喋る、日本語で喋ればいいんだ、ね、よ、日本語でればそう日本語でいいよね、うんえ だってポンジのも韓国語でやってて通訳やってんね。うん、あもうえ今のところ日本二つ？二つですよ。すごいな。今のとこ二つしかないんじゃない？二つしかないか。<laughs> もう終わりでしょ <laughs>。ですけどまあ。いやすごいじゃん。でも二つ取りましたよ。今日の二第二ですね。二勝もうこれであのあとはオッペンハイマーが何巻？ でそ,うでそれで最後にこの2つをやって最後にオッペンハイマーが第作品賞を取りましたって、うん、いやいい方だよね。さすがに入るんじゃないかな。We did it!We did i t s a n っすごい。いっぱいい,っ,ぱい入ってるね。<laughs> いっぱいああいうのって何人までとか制限ないんですか わかんないけどさすがにノミネート関係者は大量に呼べるかえ、じゃあ,あの人出た人たちはみんなあれもらえるのそうそう、うん、あもらえるのもらえますよいいな一気に,一気にロボットにいっぱい並ぶんじゃないですか白組白組にねあ<ー>あ残念だったなおめでとうございましたおめでとうございましたはい。 ああ私はギャレスエドワーズにあげたかったんです。そしてです、ね、編集賞お編集。はい。ええー、落下の解剖学ホールドオーバーズキラーズオブザフラワームーン。あまたこの二人がやるの？オッペンハイマー哀れなる者たち。またこの辺これで来ってくると。どこにあるの編集？あれはあれ哀れなる者たちかなっていう感じなんですが、まあオッペンハイマーですかね。ああオッペンハイマーそうだね。うん、オッペンハイマーかな。うん。 意外とオッペンハイマー取ってないね撮ってない撮ってない本当はねセレマスクメーカととし<や>あーやっぱオッペンハイマーね、うん、なんでかっていうと作品賞と編集賞ってかぶりやすいんだよね、うん、傾向的に編集もちょっと凝ってたしねまあそうそううん。あのとても巧みな編集をしてたんで、うん まあねあねの昔あの昔の話と今のと話とね海藻、うん、が階層がガンガン入ってくるストーリーだからだからまあ撮ってまあ撮るかなっていう感じですかね順当ですね私、うんまあ、はやっぱりセレマスクンメーカーに撮ってほしかったえ何に撮ってほしかったセレマスクンメーカーだからずっとスコセッシュの編集やってる人ですよああそこそうかそここ、うん、こんな女の人なんだすごいね若くてねね本当。 <あ>なんかほらもうなんかクールな顔しちゃってさ <laughs> もうちょっと喜べよって感じじゃないオッ <laughs> ペンハイは絶対あっち喜んでるいやいやいや本人は本人取ったら取って喜ぶな取ってからだみたいなそんなに笑顔見せるかな <laughs> 絶対見せないとクールに決めると思うね野村はねそうか 緑のドレスですよダメですよ、ね、透けちゃうよね透けちゃうよ <laughs> 首だけになっちゃう <laughs> はい歌ですかあ歌<曲>何ですか歌何ジョンバティスタ 私はこの人あのコルベアのレイトショーでずっと音楽やってたんですよ。それで知っている。いやこれはね、えー、と彼についてのドキュメンタリーでしょ、これ、多分ファイアーインたぶん。どれ「It Never Went Away」ジョン・パティス、アメリカン・シンフォニーっていう、ネットフリックスでやってる多分、えー、ドキュメンタリーっていうか映像、<ー>音楽番組じゃん。へ もグラミー賞がガンガン取りまくってるあそうなんだ、うん、大今なんですけど本当にその俺はあのこれ部屋で,でもしこれ部屋のバックですごい変なことやってる人としてか認識してないんで、うん、<laughs> もうさすがにこれ部屋離れちゃってやめちゃったけどねグラミーも取ったしこうやってアカデミー候補にもなったしもうそっちが忙しいんじゃないですか全然わかんない <laughs> <laughs> ジャズですねジャズ ってことは今んとこやったのがバ,バービーと,ービーと下からやってるバービーと,ービーとキラゾー・ザ・フラームーンとああジョンバチスしィ山崎、はい、<先>の「スター・ウォーズ」スターウォーズが見られる日が来るかもしれないって。 えー、<laughs> そんな絶望しない。一応私スターウォーズ大好きなんです。<laughs> ねえ一応ね、はい、帝国通信やってましたよね。帝国通信やってて、え、やってたのはスタートレックフォーラムなんですけどね。<laughs> なんで私がスタートレスタートレフォーラムで、<laughs> まあそんな話しても分かる人があんまりいないんで。あそう。ありますよあ,あります。まあ今あ,まあのテレビで。 テレビっていうかあのディズニープラスでいろんな「スター・ウォーズ」のスピンオフのドラマやってるからそこら辺の1話2話をやって任せてそれで腕試しして、うんうん、まあそれからなんか劇場みたいなことになる可能性もないことはないあ,るとあると思います。ななんかスターーウォーズが好きなんだって山崎いやそうでしょ なんでそうなに心配そうな顔してるいいじゃないですか別に好きなものは勝手です。もうスターズ私も好きだから気が合うんだ。さあもうみんな喜ぶな。ちゃんとみんな分かってるのかな経済状況や日本とアメリカ違うってことをそれ考えて入れてくれたのかなそうそうあの値段でできないよ。それははは日日本本ででね 1>, 1日の労働時間が24時間だったりしますからね、うんうん、そういう世界ですから。そうそうそうだよね、アメリカみたいにね、なもう9時から5時で帰るみたいなことはないからね。それができんだったら、みたいな、うん、まあ、よくわかんないや。まあまあ、よかったじゃないですか。めでた,たいことで。まあ、2つもね。なんかあれでしょ、日本アカデミー賞もなんかいっぱい取ったんでしょ <laughs> え日本アカデミー賞ってなんか えもうあったわけそういうのが一昨日ぐらいになったえ全然知らなかった <laughs> 私も見てないんですけどなんかえそれ作品賞は日本アカデミー賞って作品賞何だったのえゴジラじゃないのえゴジラだったの多分、うんゴジラゴジラ、oh、my God ゴジラマイナスワンあれは作品賞なの作品賞でしょ一番笑ったのは、えっと、主演女優賞と女演女優賞がどっちも安藤桜っていう <laughs> 日本に安藤桜クラしか女優がいないのかえなんで撮ったの ゴジラマイナスと怪物かな怪物だよね多分怪物怪物でって言あ怪物みたいなお母さんかモンスタークレーマークレーマークレーマのお母ですよ、えー、あのー、割烹着の彼女は全然良くなかったけどね俺だってあれを見た時には、ね、やっぱり安藤サクラでも監督のうちは下手になるんだなと思って私もそう思った <laughs> いやこれ天気でやってんのか <laughs> <や>これどうしてもこ,こんなんだろうと思って、うん、なんかね、うん、もう私も全然ダメでしたよあれ <laughs> まあ、うん、あれ役者はみんなダメなんですけどねでもなんかねそうですよえー、信じられない,い今年の青茶去年の日本代表する日本映画といえば主演女優賞もあるのさえあれで主演女優賞なの、うん ということで「ゴジラ旋風」でも,でもう絶対あれさあのアカデミーにノミネートされたからだよね撮っただけでしょアメリカで評価されたから本場で評価されたからみたいな日本人の悪い癖が出てるか、ね、<laughs> <laughs> でも別に視覚効果だけだからねっていうのはあるんだけどね <laughs> <ー>いやいやはい まあ、ういうはい、マエストロでです。す、はいはいね、ネッットトフリックスス今見られます、ね、今マエストロの紹介をしてますね。うんうん、これ、意外と面白かったです、僕。あの最初見たときはどうしようかと思ったんですけど最後まで見たら結構それなりに見えた。え、うん、私全然だめ。これさっき、先ほどあの、えー、表に出てきたオーケストラの人たちですね、たぶ<ー>、うん。紹介された。 あれこの曲聴いたことあるよね曲だね。バービーでしょ。あ、バービーなの、うん、これ。ビディ・アイリスの曲は覚えてないのに、<laughs> こっちの曲は覚えてるってどういうことアクアのバービーじゃん。アクアのバービーはアルトです。うん、え、これ誰え,え、もう主演男優じなん。え、主演男優じゃの違うよね。さすがに。あ、今、あれかドキュメンタリーとか言ってたっけ あ、ドキュメンタリーか。まあ、そうよ。ドキュメンタリーは何かですかね。なんと千八百人、すごいね。ええー、みんなどうしたんだろう。やめない、みんなやめられなくなってる。<laughs> はい、あ、なんか。もう客席で酒を飲んでますね。楽しそうですね。 我々も我々もあ<ー> <laughs> まあでもあれ本当に酒じゃない入ってない、ね、<laughs> これどういうあれなの？<laughs> なんで酒んん？前ほらなんかオスカーでこういうのでさ <laughs>、うん、あの女の人あのよく出てくる最近いないけどなんかほらピザを頼んだりして,て。はいはいはいありましたね。 テキーラー誰この金色の人誰かんえ誰シャーリー・セロンえ誰なんかわかんないな,なんかいきなりよくわかんないよくわかんない寸劇をやっちゃうよね <laughs> なんかオスカの特徴だよね <laughs> なんかどうでもいい寸劇を突然始める<笑><笑>はいというところで、えー、プレゼンターが出てまいりました出てきました 二人、アメリカフェラーラとケイトマッキノン、<ー>えっとバービーの二人ですね。え、ケイトマッキノンも出てたの。ケイトマッキノンあのあ<ー>ウイウイアドバービー、あの映画の中で唯一いいいいキャラだった。この人はあれに出てたけどね。 ゴーストバスターズの人たちがいっぱい出てはい、はい、今度ゴーストバスターズやるからかなでもあっちの関係ないんだよ関係ないけどさ <laughs> あ,のあの話はなかったことにされてるんでしょ、うん、あの女性版ゴーストバスターズ女性版だね面白かったねはいというわけで、えっと、ドキュメンタリーだと思いますんでなんだ長編と短編のドキュメンタリーですね、はい、長編がね「ポッピーワインボビーワインゲットプレジデント」 ザ・エターナル・メモリー、フォー・ドーターズ、トラを仕留めるために、知らないなこれ、実録、マウリッポリの20日間、短編ドキュメンタリーが、ザ・エビシーズ・オブ・ブック・バーニング、えー、ザバ・バーバー・オブ・リトル・ロック、アイランズ・インビトゥイン、ラスト・リペア・ショップ、世界の人々二人のおばあちゃん、最後の二本は一応こう放題がついてるんで、多分ネットフリカなんかで見れるんじゃないかと、うん、はい。 でまたこれ寸劇2人であの寸劇をやっててスやってる、うん、お金はどこに行くのっていう話をしていやスピルバーグが僕だよって短編短編短編あそうそうエレンデジャネでそうであエレン・デジェネリス、はい、あそ写真あの,あの自撮りしてあげ,げてたんですね そうそうそうでもあの人なんか発言がなんかして今割と干されてるりとはいこの干さの理由うそあ,ありがとうございますえ,ー、えそれは別にこの番組じゃなくてこのオスカーが見たいからてそれ違うと思うな <laughs> オスカーが見たくてでしょ<あ>きっと、はい、それで決まったよラストリペアショップ ベンブラウクトフットクリスハッパワーズ、はい、短編ドキュメンタリー賞ですねこれはどっかでやってんのかなうん知ってるわかんない放題がついてるんでたぶんネットフリッかな,ネットフリカなんかで見れるんだと思うんですけど確認してみないとわかんないですねあら、うん、またもう速報が入ってますよゴジラ。え、こちら卒内ですねいやもうそれだけはもんだって待ち、ま、構えてさゴジラが受賞っていうのがあって ごしらが受賞しちゃったよ。あああディズニーだって。<laughs> ラストリペアショップはディズニープラスだって。ディズニープラス。うん、なんとあ、ほんとだ、ディズニープラス。見ましょう。ディズニープラスだって。見ます。何の話なんですだってあの子供が出てるからディズニープラス。えほら。 何の話なんですかこれ何なんだろうね。何をリペアすのラスト何のリペア <laughs> ダウンタウンにあるとある倉庫の隅々になんとかと、えー、ロサンゼルス市は楽器を無料で修理して公立学校の生徒たちに提供するアメリカで最後の市の一つで<ー>そのサービスは1959年から続いている。 ディズニーっぽいですね。ディズニーっぽいですね。すね <laughs> だからこのあの女の子が出てるのかね。ああ<ー>、<生>そこでは学生たちのために8万を超える楽器の修理に情熱を傾ける数名の職人たちが働いている。ああ、いいね。へえ、ちょっといい話ですね。うん、いい話。なるほど。じゃあディズニープラスでみましょう。ディズニープラス。皆さん入ってますか？入ってますよ、毎月。入ってますよ、うん、私も。<laughs> <laughs> 最近、本当にね、何のたら入ってるんだろうと思って、てう私、アップル TV にも入ってるんですよ。いくつ入ってるもういっぱい入ってて、やばいですよ。なんかね、ちょっと考えたいんですよね。<laughs> いや、考えたいんだけど、ほら、みんなさ、入ったり、出たり、入ったり、結構してるじゃん、うん、それがもう面倒くさくて、うなもう、年をなるとね <laughs>、まあいいや、990円か、かね、みたいな良くないな,と思,な,いなと思って。うん はいそしてえっと長編ドキュメンタリー賞ですね、どうなんですか、なんか実力マウリポリの20日間が取りそうな気がして、僕はしてるんですこれ <laughs>、タイトルから考えてるでしょ、テーマから考えて。やっぱりね、ほら、やなちゃん、戦争はね、今、一番の問題ですから。 はい、実マリウポリの2日間、これ公開されたよね、日本で。知らなされたと思う、確か。劇場で劇場公開されました。なんか、写真みたいな記憶が今、読みいっでしょ、うん、公開されたと思いますよ。私、なんかドキュメンタリーがあんま得意じゃないんでね。<ー>虚構に生きてる人間なもんだから。現実のことは得意じゃないありません。なんかこの女性陣がすごいきめきめできてるね。 だって一緒に一緒にしうまあそうですねでもそれにしてもえでもあのワンショルダーの人きれいじゃない、うん、ウクライナ人ですかねモデルモデル体型ねモデル体型で姿勢がいい、うん、よかったねまあいやいやいや大変ですからねまあ、ウルプルもね まあ、ちょうど今ね、あのアメリカであの武器の援助をしてくれというにはちょうどぴったりのタイミングだから。ああもうだって、あの人になったらもうしてもらえないと、ト <laughs>、ね、<の>ランプになったら今のうちにやっとかないとっていう。 バリバリ政治的な証言、まあ、しょうがない,仕方ないね、うん、あの綺麗なお姉さんはなな何わかんないよだってドキュメンタリーだから女優さんとか出てない,よないないよそんな人ねえなんか3 プロデューサーこのこの当然プロデューサーがもらうんですよね。ド,ドキュメンタリーも。うん作品賞だからね。いわゆる。だからあれじゃない。でも,3人でもプロあ一いや三い,い,いやだか三あの三つもらってんじゃん。で三人いたのよプロデューサーは。うん、であの持ってない人が二人いるのね。うんうんああの綺麗なお姉さん持ってない、ね。そうそうそう。で。でも、監督とプロデューサーかけてるからセミナーとかね。多分まあそう多分ね。でさっきのあのもう一人が スピーチをしたんで最初のね眼鏡で渡した人「みんな出たかった」「出たか一緒に一度ですから」「もうあれで私のなんかがやっら私も出たか出たか出た後ろでこんなことやった」して押井さんに撮っていただいてその時には一緒に押井さんに押井さんに撮ってもらって何の役にも立って いやそれが一番近いんじゃないかなさあじゃあ今はマリウポリ、はい、<え>マリウポリ実録マウリポリの20日間あもう10時ですからもう2時間もやってますよ、うん、あとは 短編実写っってやったまだやってないです。やってない。次はじゃあ短編実写かね。音響賞とか、あ音響賞とか,とかやってないね。音響賞と。あ、と撮影も出てないんだ。<あ>まだまだありますよ、いろいろ。撮影は気になりますね。撮影,ね撮影は何なんですかね。撮影、撮影。 撮影撮影は「伯爵エドワード・ラックマン」「キラーズ・オブ・ザ・フラームーン」の「ドリゴ・プリエット」「マエストロ」「マシュー・リバティーク」「オッペンハイマー」の「ホイテバン・ホイテマ」「アワリナらまずロビー・ライアン」「うんこホイテマじゃないのオッペンハイマーか伯、うん、爵」ですね「<laughs> エドワード・ラックマン」もね大ベテランですからねこれはモノクロで、うん、とても昔好きだったですよ「ドラックマン」すごいえよく知らない れこの人もだって78年代ぐらいからずっとやってるうもうその頃は結構若手でホイテバン<え>ホイテマは私の中ではロジャー・ディーキンスの代役みたいな印象が強くて <laughs> ホイテマホイテマは僕はいまだにこれはずっと文句言ってるんですけど去年ノープでノミネートされなかったのが本当に分からないあーノープ彼だったノー,プかノープは本当にすごかったんで撮影がなでノミネートされないんだとずっと思ってたから、うん、まあ,あの今回は 取ってほいても取っていいと思うんだ。許してやる <laughs> って感じですどうなんですか次はな何,何なのかなまだわかんないのあ、なんか最近ロジャーディーキンス仕事してないね言われてみればやってない毎回毎回いつもロジャーに本とか入ってたんね<ジ>あれどうしちゃったん年取っちゃったからいやーねえもう年に一本ぐらいしかやんないみたいな感じ なってん,んですかね、うん、あんまり勝負しないのかもしれない、うん、まあ撮影監督はでも一番体力勝負だからね実は監督以上になるほどそうねでロジャー・ディーキンスもいい年でしょ結構年さすがにロジャー・ディーキンスはコンラッドホールの弟子になるのかなうんねなんかあのえっとサイトサウンドだったかな、はい、かなんかがその現役 い撮影所で。その現役、あの、キャメラマンの、はい、え、の、トップ10みたいなやったときに、<あ>やっぱり一位。ロジャー・ディーキス。あ、そりゃそうだな。ロジャー・ディーキス、写真集があって、うん。それは映画を、映画の、あ、今関心領域の、えー、映画紹介をやってますね。いやいや、彼が撮影中に、こう、うん、勝手に撮ったスチル写真よ。 はいはい、スチルじゃない、普通の写真。うん、それの写真集を出した。映画,ね、映画とは関係ない。映画とは関係ない。写真集をサイン入りでもって。<laughs> いいじゃないですか。<laughs> ごめん、ちょっと自慢しちゃった。いいお昼。え、インタビューしたの。インタビューしたよ。あれ時に。なんだっけ。ダブルセブン。あ、はいはいはい。あ、違った。ごめん、一九一七だ。 あ、S.Q. 一ランの時になんとかの伝令ってやつ、ね。そうそうそう、あの時インタビューして、うん、あそれでコンラッドホールの話とか聞きました。はい、全霊屋さんですよ。全霊屋さんですよ。全霊やリュウに出てました、ね。前例屋すごいね、十頭身ぐらい、十二頭身ぐらいあるん、ね、でこの人。スタイルいいよね。また顔すごいちっちゃいと思うこのぐらいしかな、ね、い。うん いし <laughs> めちゃめちゃちっちゃい顔。<laughs> ちゃうのとどっちがちっちゃいか <laughs> <や>わも。スタイルいいね。いスタイルいいとか超,え超越してますよ。顔ちっちゃすぎでしょ。<ら>エド・エドラックマンだって昔あれですよ。ヘルツォークの撮影とかしてたんだよ。ああ、そういうこと。そそうそうあと80年代のニューヨーク・インディーズのデジョナサン・デミーとか、あそこに撮影をずっとやってた。なんで私は好きなんです。 おっおお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 お一番ホイテマンおめでとうよかったねーおいても初だよね多分ね。<初>うん、この人この名前覚えられないんだけどホイテ版ホイテマってああれはセブンのスペクターって彼じゃなかった、うん、ああそうわかんないかもしれないスペクター違ういやその時ほら 前の、うんあのー、スカイフォールがロジャー・ディーキンスだからあ今回なんでロジャー・ディーキンスじゃないんですかって聞いたら、うん、ロジャー・ディーキンスは公園ブラザースに返したんだよって <laughs> 監督がなんか順番<れ>自分でも考えてるんだとか言って 2>, <laughs> 2人で取り合っちゃっ,たらってで代わりに彼を頼んだって言ったような気がし <laughs>、うん、だよねそうでしょう。 あそうよね。うん、だから頼んだんだっていうからなんとなく代打の印象、うん、そのそのあの監督の言葉から大代,打代打印象が強くてすいませんもうこれで代打とは言わせないっていう。ほ <laughs> いやテンは素晴らしいですよ。素晴らしい、ね、現役では本当トップだとトップっていうかまあ,のあの、えー、何でもできるみたいなことかどうかわかんないんだけど技術的にはすごくい,いろいろやってると思うんで。ちょっと今の スカイホールの監督、誰だったっけ、名前が出てこない。<laughs> スカイホールの監督。スカイホール19ーと1917。えっと、イギリス人の <laughs>。アサムメンです。ありがとうございます、はい。すはい、もうダメだね、頭が。 大丈夫そういう時のために外部外部頭脳があるんでいや、はい、そういういのをちゃんと自分の頭で思い出さないと老化がすすむ、はい、進むっていう思い出さないでもここでね30分考えてるわけにいかないんでねそうだ終わっちゃうもん,、ねえー、なんだっけ,んだっけあ知らない人が出ましたイッサレイとラミー・ユセフ誰何者イッサレイって誰 ?I have no idea だなイッサレイ されてたですかうーん女優さんですね。何に出てんだろうえアメリカンフィクションに出てる。ああれなんだっけあのアメリカンフィクションの恋人のない人かなえ、違うよ。あの人もうちょっと体格が良かったよ。え、今のに,にも出てますよ。バービーとかアメリカンフィクションとか出てます。アメリカンフィクションに今の人が出てんのそうそうそう。 ライブアクションのショートはい短編あれあの女の人おヘンリッシュがあれウエス・ OS、アンダーソンですよ、うん、なんとウエス・ OS、アンダーソンこ,こんなとこで撮るウエスは来ないよまあそれは短編だからね短編で来んでしょう <laughs> スティーブン・レイルズだけでも来ればよかったね <laughs> 疲れてきた<え> <laughs> まだまだまだですよ<う>これからこれからです <laughs> なんか家にいる急に<み>んかこたつに入って見てる感じ、ね、休みがないからねお何ですかこれ何ファイヤーインサイドフレーミングホットチートスの物語って何そのチートスってあの食べるやつ本当？<laughs> <laughs> <laughs> いや知らないよでも後ろでも終えてるから何かあんのえ何この映画知らない俺ちょっとチートス物語えちょっとあじゃあ私がつないでますんで <laughs> ゆっくりやっててくださいえでそのチートス物語について分かんないんですか今今チートス物語の,ああの主題歌の紹介をパフォーマンスしてるんですけど やっぱりチートスなんだ。フリトレーの人気スナック菓子チートスのフレーミングホット激辛チーズ味を考案し、当 <laughs> 社の副社長にまで清掃員から副社長にまで上り詰めた人の電気映画。ディズニープラス。<laughs> 知らなかったけど、こんな映画。<laughs> こんな映画あ,あんのちょっと気になりますよね。フリトレーの清掃員リチャード・モンタニエスの感動の物語だって。 全く知らないんだけどノミネートこれがこれがなぜかアカデミーにノミネートされてるっていうのがすごい一番の謎ですよねあのディズニープラスで見れるようなんでせっかくお金払ってるんで見ようと思いますへえそんなにでもそのこれ砲台がさ「チートそ物語」っていうのがフレーミングホット「チートそ物語」「チートそのちいそ物語」っていうあ,ありえるのかと。 思いましたけどね、うん、はいというところでえー、っとざっくりここまできましたけどあとはもうあと音響歌曲作曲とかそこら辺ですかねメガネはい眼鏡、はい、ありがとうございますメガネはこれはねえー、っとメガネのいわきで買いました <laughs> <laughs> これこれほらこ,こ,これが後ろがこうチロチロしてるってねなんだっけこれなんか、うん、あこれこれえそうそうえー、はいということですかねあとは何だろうえー、っと とは音響賞、歌曲賞、作曲賞と、まあ、メインの賞ですかねやっぱりチートスの話でしたよ嘘 <laughs> でしょ本当本当。ディズニープラスで見れるそうなんで <laughs> ーチートス物語チートスってどんな食べ物ポテトチップみたいなやつでしょああそっかさあ次は何あ今なんかコマーシャルかコマーシャルタイムです 多分多分歌曲賞とかそこらへんじゃないの？あ、そう音楽はまだ,だ、うん。音楽はまだだから。もうさずっと喋ってて今さっきのカメラマンのスピーチを聞きたかった忘、聞きたかったってことを忘れてた。<laughs> <laughs> <laughs> でもっっでもホイタマもあれを紙を用意してきたから多分あんまり面白いことは言わない。あ,あ、てん、みんな紙。 どうなんだろうねああでもかか彼はかたかったよね。ほい、うんまあ、てもらったオランダ人とかでしょうん。たぶん確か。なんで出てきた人なんだっけ最初んだったかねなんかヨーロッパのヨーロッパ系のなんかアート映画だった気がするな。なんだっけうんあこれからオッ,ペオッペンハイマーが追い上げる、ね。オッペンハイマーのスイープが始まりますよ。 うん、多分数的なオおっぺんはもう並んでんじゃないトップじゃないそうなの多分撮影編集上演団いうと3つ撮ってるからもう三つ撮ってる、うん、あの落下の解剖学も3つでしょあじゃ,じゃねえや哀れなる者たちか哀れなる者たちも3つじゃない多分ですよね美術衣装デザインメイクとホイテバンホイテマはねオランダ出身ですよ、うん オランダ出身で、あなんだ、もう、ごめん、調べてなかったけど、ニューヨーク市評価賞から英国アカデミー、みんなオッペハイまで取ってますね。そうですそりゃ取るわな。<laughs> あ、なんか、あ僕のエリを取ってますね。ああ、スウェーデン、デン僕のエリ。 レーザーマン。これがわかんないの、ね、初期のやつ。そうそう、初期の、みんな。オランダ映画なんですか、ね。オランダ映画かも、ね。裏切りのサーカス。ザ・ファイター。裏切、あ、裏切り。りあ、じゃ、この、同じ監督じゃん、僕のエディター。はい,はいはいはい。裏切りのサーカス、名前覚えられないけど。うん、あ、ファーム取ってんだ。あ、インターステラ,ステラインターステラー。スペクターあ。そこら辺からこう。アンケルクもやった。ここら辺から。あ、いい。 なんだお気に入りなあのめあのノーラの気ノーラのお気に入りそうですよそうですよはいおえ,えいやそれは剣でしょう見たねー剣なんでだよ <laughs> <laughs> これが今回の花ですよ花あるしあ,あ彼は良かった、ねはい、アメリカンフィクションですね、えっと名前なんだっけあの主演男優賞主演男優賞の

これでぶっこしたのあれでし、あ、この人死んでたんだって知ることが結,、ね、結構あって、あ、これも去年ねっていう。そうあ、知らなかったとか思うことが結構あって。うん、誰誰, <laughs> 誰とか言っちゃった。顔見たらわかんない。ジョンジョン,ジョン・マレーニ ジョン・ムレイに知らない。誰ですか、ジョン・ムレイニー。アメリカローカル <laughs> アメリカローカルそんなことはないと思うんですけど。え、知らないよな分かんないですね。うん。 え、この人今、<う>な、何をプレゼント。多分、きょ、歌曲賞とか。かシカゴ出身のスタンダップコメディアン。ンアンそりゃ、分からんな。分かんないね。やっぱ、アメリカどうから。<laughs> <laughs> まあ、スタンダップコメディアンは、まあ、だあの、多分。五年、三年後ぐらいに、この。トップに立とうと。とまあ、出てくるのもね。ほら、滑舌がすごくいい。うん あひょっとしてサタデーナイトライブとかの人なんですかもしかしたら出てるかもね。うん、よく知らないな。覚えておこう。ジョン・ムレーニーに、ね。いやもうすみません。このジョークが聞けないんで、いろいろと集中できないと、さすがに、さ <laughs> すがにこのね集中できないモードだと、ジョークにアメリカ人のジョークにはついていけないです。 え、何喋ってんの<あ>このよくかんないかんないかんないだからジョークだから翻訳されてもしょうがないんですよそうね、うん、この一生懸命同時通訳の人が何言ってもねはい音響賞です音響賞です音響賞えー、ザ・クリエイターマエストロミッションあ音響賞」あ<ー>「これだよ関心領域」だよ,領域だよねこれだと思うな、一番音響が重要だと思ったうん音響一番ね、ありますよね、うん クリエイターま気持ちとしてはクリエイターにあげたいんですけどね、クリエイターをし本当、音響だけの映画みたいなところだよね、関心領域ね。音響だけとは言わない音響だけとか、音響が一番大事なそうそう。外で何が聞こえてますかみたいなのがいいミッションインポッシブル。そして、オッペンハイマー。オッペンハイマーたまに挿入されるボーンってシャカ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 みたいな。 エストラはまあ、いいから。普通です。これは普通に考えたら、音響し、あの。関心領域だと思うんですけど、まあ、オッペンハイマーがスイープする可能性も。うんさあ<ー>。ああ。やっぱりそうだ。関心領域でした。<laughs> 関心領域でした。ゾーンのベンタでした。うん、まあ、当然ですね。ねまあ、これはそうですね。うん、まあ、みんな思うよね、うん。見た人はそう思うよね。うん あれなんか我々わかんないけど、ドイツ語わかる人は多分、もっとこれ、あの一応イギリス映画になってるんですが、言語は全部ちゃんとドイツです。英語は一切なかった。関心領域、これから公開だから、すごくいいんじゃないですか、ヒットしてほしいですね、これは。 106 <laughs> 10だったと思うもしかして104かもしれないけど <laughs> 長さばかり長さばっかりえも長さ重要です重要ですよ,、ね、ですよ本当にねよかったね<い>この普段着できてる人は誰二 <laughs> 人一応いるからああ なんか今日今回、なんか割と普段着っぽい人多いね、<laughs> ライアン・ゴズリングもちょっとフだン着っぽかったし、はい。聞いてくれてありがとう。あ聞いてくれてね、はい、素晴らしい。はい、あそれで、でこの後はあれですか、<laughs> ライアン・ゴズリングが歌うということですね。<laughs> はい、よかったよかった、うん、ハッピーマザーズデーって言ってましたけえそうなのなんでん来週え,え嘘5月だよ月え日本はねああ向こうは違うのかなえこれ<お>ちょっとライオンゴズライ歌うのここアイム・ジャスト・ケンでしょう、<laughs> ケンの歌。<laughs> マジで、うんうん、まあ、歌ってたンゴズラこ,こ ほら客席から,ら全然こっちが似合ってるねこれこういうバカな役が <laughs> なんか異常に道に入ってない異常でしょ <laughs> なんかねさすがさすがですよさすがリキーマウスクラブ,クラブ、ね、じゃあ演技派のふりをしてたのよ <laughs> みんな勘違いしてるだけ <laughs> 演技派の演技をしてただけです。 ああもうなんか「ララランドの時よりよくない <laughs> 全然いいでしょこれ <laughs> いいよねこれ、まあ、これ取ると思うんだけど取らないかな取らないよだめだめかえこれさ<え>こういう時は<え>歌った人じゃ誰がもらうのやっぱ作詞作曲の人がもらうんだよね<そ>歌った人がもらうわけじゃないよねまあ分かんないどうなんですか 作詞作曲だろうね本来ねでも歌曲賞っていうからにはあ歌曲歌っ,歌った人もえもしかしてこれピンク着てんのやっぱりそうだよ <laughs> <laughs> だってほかにアピールする場所ないからバービー,ー,ビー彼,彼だけだからでもほら出てる人がであの映画に出てるこの剣その他の剣がみんな,出てんじゃなのその他の剣のみんな,みんな <laughs> 面白いやん, <laughs> あなんかこういうのを見るとバービーを選んだ理由っていうのが分からんでもないよ、ね <laughs> ね、バービーは、ね、い,ろいろネタ使えるからねケンがいっぱい出てるケンだ,だらけケンダムですよケ笑えた笑、ね、<笑>日本代表いなかったなあジョンシナンいないのジョンシナン え剣って書いてある <laughs> バービーじゃなくて剣なんだ <laughs> 剣,の剣の時代が来ましたねだってほら剣はバービーのオプションだからねああアクセサリーっていうく,くりじゃなかったああお人形で。 ララフラーさんが近に歌ってますよすごい一番盛り上がってるよね <laughs> 剣がさすがエンターテイオナーだなライアン・ゴズリングーいいねちょっとこれカメラを連れて行ったのえでも今さっきのあ,あれカメラなのえ本当歌ってんのうま<あ>いじゃん 盛盛りり上上ががっったねな <laughs> なんでんでこにていや、いいんじゃないなんか今ようやくバービーがノミネートされた理由が分かるろし、<laughs> これを考えたいんじゃないこれはなんかね、いろいろネタはあるからね、盛り上がるよね。うんなんかスピルバーグがこんなもんかなって顔してたね、今 <laughs>。<laughs> まあ、ええやんけ、みたいな、ね。でもスピルバーグは、 あのー、この人のグレダ・ガービックのなんだっけ、うん、えっとレディーえあのー、ストーリー・オブ・マイ・ライフの前の作品「レディー・キラー」じゃなかった <laughs> <え>なんだっけなんだあれが一番好きだったって言ってたの <laughs> っあまあ映画としてはねそんなに別に私もバービーは買わないですけど まあ、盛り上がるのはね。なんだっけ。レディーバード。ね。はいはいはい。レディーバード。レディーバーいやー、なんかこう思い出すのに。一分はかかるよね。まあ、なんか良かったね。 えよかったです。盛り上がって。盛り上がってよかった。うん、<laughs> 素晴らしかったっていうことなのか。素晴,かね、素晴らしかったとは思わない。すばらしかったとは思わない。盛り上がってよかったねっ。そうそう。アクセントとなって非常によかったな。はいまあ、こういうのがないとちょっとね、みんなそろそろ眠くなってきてる頃なんで。うん。<laughs> はい、あとこのあとどうなんですかね。作曲賞とか行くんですか一応これ全部これで。 これでじゃメイン終わったメインじゃないえっと歌曲賞のパフォーマンスは全部終わったから多分、えー、あ、ね、と残っているのは主演男優、主演女優作曲歌曲賞作あ、作曲歌曲がなるのかうん、うん えー、どうですかここまで。まあでも一応マキさん当たってんだっけ？だいたい結構当たってると思うよ一。一応全部。んまあ脚本賞はちょっと意外かなっていう。脚本脚本何が取脚本脚色が。らっかの解剖学か。脚色書がアメリカンフィクション。これはちょっと意外な感じですね。その二つはちょっと意外だったね。うん、それ以外はまあ取るべきして取ってる感じが。 するな大体うん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 ういや気がつかないしは気がつかないとか気が <laughs> それしかないよねああそれしかないそんなことはないと思いますよ <laughs> 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 まあこちらいやーこちらねおめでとうと関係ないじゃんね別にね <laughs> <え>いやいや、ゴジラが世界へ連れてってくれたって別にど,どこも行ってねえよと思う。世界をお前はどこにも行ってねえよと。思わない世界に連れてってくれたってどういうこと <laughs> うあ世界規模になったってことそれはなって昔からゴジラは別になってる。ゴジラは昔から世界規模だ、ね。だってティム・バートンがなりたい職業を、ゴジラの着ぐるみに入る着ぐるみ役者だったっていうぐらいもん、ね。ン <laughs> 私ティム・バートンに あのー、あれのインタビューした時に 3P、うん、ーーホロー、はい、ニューヨークでやったんだけど、うん、でその時に今度出るゴジラのフィギュアをお土産登っていったのそれをプレゼントしたら「あ新しいゴジラだ」って <laughs> 分かる電ンバっトんだけど <laughs> すげえなと思ってそれでその前に会った時こうピンバッジをあげたのね、うん、ゴジラのでで。それをプレゼントってあげたら これれ何年のゴジラってて聞かれてさ <laughs> すいません私ゴジラに詳しくないんですみたいな <laughs> って感じだったなるほど、はいというわけで、はい、オッペ,ペ,、はい、ペンハイマーの作品賞プレゼンテーションやってますね大本命。うん、まあまあねオッペンハイマーだよね。 結局はねあこれ余裕をかましてこのノーランがえ奥さんかなんエマエマエマ <laughs> あのジミキンメルがまた、えー、バービーバービーと剣いじりをやってます作曲賞アウトスタンディングオリジナルスコア,ア えー、えっと候補はアメリカンフィクション「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」ジョン・ウィリアムズ。これ最後のジョン・ウィリアムは、ね、91位ぐらいじゃなかった、えーはい、キラーズ・オブ・ザ・フラームーノビー・ローバートソンオッペンハイマー・ルドビック・グランソン「哀れなる者たち」「ジャスキン・フェンドリックス」。 これはジョン・ウィリアムズ撮ってほしいけど無理だろうな、<ー>多分な。ジョン・ウィリアムズって今まで何度撮ってんだっけわすごいお洋服、うん。これさっきの。十二歳。ジョン・ウィリアムズ92歳です。すごい、ね。さっきのアリアナ・グランデさんですね。アリア、これ中身、膨らんでるよね、明らかに。あ膨らいやなんか今年膨らむお洋服が流行ってるのを捉えないものからすぐに、ね、この膨らんでない。うん、傘,傘あるよね。うん、しかも花ピアスもつけてます。 すごいなこのお洋服。すごいよね。近寄れないよね、これ。近寄れないよ。ディスタンスを保つ。作曲賞。作曲賞。あ、だからこれね、モングって名前だから。セロニアスかと思ったら。そうそう、セロニアス。 ロビーロパトソン人気ですねあ、ロビーロパトソンじゃない本当なんかわかんないけどオッペンハイマーではないような気がするな、うん、オッペンハイマーそんな音楽が印象的じゃないかしそうなのよね、うん、哀れなる者たちさあどだってキラーゾブト,トマトムーンって言いそうになった オッペンンハイマールドビック・ゴランさん今こそ印象にないとか言ったんだけど <laughs> 印象にないと言ったのが取っちゃった私なんて2回も見てるのに <laughs> 私あれですよ今年のこのスコアはスパイダーマンです <laughs> スパイダーマンの,あのアクロスト・スパイダーバスのスコアはすごい良かったあ本当に。に、うん 映画の後言われてしばらく聞いてましたね確かにこれはいいハンサムだなって思いましたルドビック・ゴランソンちょっと目と目が近いかな何人スウェーデンとかですかあっちの方ですね北欧ですよねああそうか何 何だかな,なんだかな、状態。はいいいですおっかへはいくつ目4つ目4つ目まあこれが取るとは思わなかったなあまあでも13部門からしたらちょっとあれかなでもまあこの後行くか全部えっ本級ってどこ,どこにあるのだろう、なないんだけど<ん>ここ後ろ後ろから2枚目ですき、ねはいはい、作曲賞ね今のね、はい、ああルビール・ロバートソンと思ったんだけどね スウェーデンのスウェーデン。ルドビック・ゴランソン。スウェーデン人。え、今何か歌曲賞歌曲賞何が取ったえあ、ビリー・アイドルシュた。ビリー・アイリッシュの方だった。ビリー・アイドルだった。ビリー・アイリッシュの方でした。やべちょっと、県にあげるのは<く>ためだったのかな、みんな <laughs> 県。県にやってあげてほしかった。<laughs> ビリアイリッシュはでも作詞作曲もビリー・アイリッシュと、うん、フィニアス・フィニアス,ニアスオーポン,ンネルっていうこれはお,お兄さん兄弟でえ初めてだっけほらビリー・アイリッシュの子供がかななんか女子高生みたいなんかねどうしたの まあでもこの人女子高生ぐらいの年だよもうちょっと言ってるからさすがにもうちょっと言ってるから前007かなんかで撮ってないああそううれ撮ったんだっけ、うんまあ、ノミネートされてたのは覚えてるけど、うんえー、そうですかそうですかとしか言いようがないですね まあね2つノミネートされるとえじゃあグレタ・ガービックの隣はあの人なのあ,い,あいつでしょあの名前は、ね、ノア・バーンバックノア・バンバックああやっぱりノータイム・トゥーダイで撮ってるノータイム・トゥーダイでこれからこれから,こ,れからあこの前の、うん、あ最後のあの あの人のダニエル・クレーグの最後のダブルセブン死んでる場合じゃないって言うですねうん、うん、死んで <laughs> <laughs> いやいやそういう意味するのいやいやそうなんだけど、ね はいなんかビリ・アリッシュがだらだらと喋ってますがなんかあまりこの人には優しくなれない私あそうなの <laughs> いや別にいいけどいいけどもういいだろっていう感じい私よくわかんないやなんかうだうだ言ってるからさずっといつまでたってもあそうなんだ割といやお兄ちゃんに話させてあげようよって感じだったけどね <laughs> あじゃあバービーが一個だけ取った一個取れましたいやなんかやっぱりそういう配慮があったんじゃない <laughs> なんあんだけ儲からしてくれたから,個ぐらいはじゃあ県やじゃあ県に,にやって欲しかったなうん、ん。ミシェルパイファーなにこれいやあれはあのえっ、ー、と qr コードが出て画面に、うん、それあそれを見るとあの誰が取ったかが わかりますみたいなそういうリストが出ますっていう、うん、主演男女優賞ですよこの後はっていう、ね、えもううん主演男女優賞もういっちゃうんですかじゃあえじゃあな,んかえなんかあとそのガバナーズアワードとか言ってましたね 何か,かそういう賞が,ない,がないやだからカパなん知事カリフォルニア知事賞わかんないけど何 <laughs> かあるんじゃない厚労省的なやつが多分あまだ22だって<う>ビリー・アイリッシュ・アイリッシュでいいの・レイのもうなんか全然そこら辺の人 かんない興味ないんでそも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 としてぶっこしゃないですよまだないよねまだないいすこのあ後でなければもうないっていう感じだと思うんですけどさすがにいつもやるよねやるやるまだやってないよねまだやってないです今日はずっと見てますから大丈夫です見逃してないです <laughs> 酒ええうんえ何が快挙え何が何が聞いてなかったいや, <laughs> いやえなんでヘンリー・マンシーンの話になったの何でしょうん何が何の 作曲賞か曲賞え次は主演女優賞。誰が取るか分からないと言ってますけど、すごく分かるような気がするんです <laughs> だから枠とかいうふうなこと言っちゃいけないから。そういう下品なこと言っちゃいけない。主演女優賞候補はアネ、ナイアド、サーの決意は海を越えるのアネット・ベニング、うん、キラーズ・オブ・ザ・フラームーンのリリー・グラッドストーン、落下の解剖学のザンドラ・ヒューラー、えー、マエストロ、その音楽と愛とのキャリー・マリガン、えー、哀れなる者たちのエマ・ストーン。 キャリー・マリガンは、えっと、奥さん役ですね、あのバーンスタインの。で、あとは、ハネット・ウェリングのナイアドは、えっと、なんか、頑張ってキューバまで泳ぐんだっけ、うん、キューバまで泳ぐ人。実話ですよね。実話の映画か。え、反対じゃなかった違っ,たっキューバから泳いでる向こうにあのフロリダの方にリダで来あのキーウェストまで行くんじゃないですか。はいはい 違ったいや見てないんです,すみませんあ見てないなんですよはいですまあネット・ベリングねスピンでがすごい頑張ってますが、うん、まああのえー、エマ・ストーンが、ね、すごい良かったですよ、まあ、エマあの普通だったら別にエマ・ストーン取っても全然良かったと思います普通だったらて、か <laughs> の,の作品次第ですけどね、うん、まあ枠という概念がなければ <laughs> エマストーンで,、ね、ーンも,でもさ実はさ、まあ、でもララランドで撮ってるんでそうなんだよね、うん、まあそういうもんだよねあ,のあんまりふさわしくないので撮っちゃうというねでもエマストーン実はあれなんですね女優,女優賞も2回ノミネートされてるというあーえー、っとヘルプいや、えー、っとヘルプ女王ないのお気にああそうあれヘルプっていうんだっけ女王陛下のお気に,あ,あ,のお気にあのランティモスの前作全作かな うんうん、で女王陛下とヘルプじゃなかった、うん、バードマンあバードマンかごめんごめん、うん、バードマンエマストーン・マーク・ラフォローっていうのは実は時代の演技派俳優だといやそのエマストーン・マーク・ラフォローっていうのが実はあの現代のっていうか時代の演技派男女優っていうことなんですねうん、うん、今,今のハリウッドにおけるうん、うん、あんまりイメージなかったんですけどお何ですか なんか何これ何これここはなわりなわりぬいああなわりぬいのメッセージえあそこからくるんだぶっこしゃあそっからぶっこしゃになるんだなるほどあ<れ>りぬいね ちちっちゃくて見えないす全然ちっちゃくて見えないんだけどオップにしてほしいんですけどあああ,あの人だキャッチ22だったね今のアランアキンえこれちっちゃくて見えないんだけど何これ,何これひどいなあい,いらないのよ前のダンス前のいらないよねーダいらないねえー 一番楽しみにしてたのに。あ、この人亡くなったね。名前よく。えっと、あれとかに出てた。オーシャンズイレブンとかに出てたね。これだね。トム・ウィルキンソン亡くなったね。グリニソジョーンズ。ジェンバーキンだ。ポル・ラベス。ピー・ウィーが死んだ。あ、パイパー・ローリーね。 リチャードラウンズツリーライオン・オニールも死んだんだ死にましたねライオンオある愛の歌誰これまた分からないわかんねえよ別にこれザイクしなくていいすみません<れ>そうなんです本当にこうこういうところでコザイクビル・リーねビル・リーって誰こううこでコザイをする本当にね、良くないですね坂本龍一ですよ確かにそうでしたね、はい 色があっそうだからそだ、ね、死んだからうん、うん、だからな,なんであげなかったのかな <laughs> えっんでこの人たち写してんの <laughs> <laughs> なんて写してるこれはああもうダメだああもうひどいな <laughs> もうダメ諦めい <laughs> ちょっとねあ、これはスタッフだからよ,よ。それにしたってひどくないですかちゃんと顔と名前をちゃんと分かるようにしてほしいです。ちょっとね、今日、今回の演出は、これでだいぶ減点が。もうなんかで電話かければ、ジもう前のダンスなんかいらないよ、ね、ないらない、ね、<laughs> 前のダンスがいらないし、この歌手のアップもいらないです。いろんない、なんか有名な人なのか分かんないけど。<laughs> い,やそいつもこんな小細工しないのにね。時々やるんですよ、こういうこと。そういやそうイチャード・ルイスなんか、まああの。テレビを見てない人には分からないと思うんですけど、なんかあの、えー、ぶっこしゃで流すのに手前でダンス踊って後ろの方にちっこく、画<え>面の。 もう見えない、うん。全然わかんないよ。日本にね、ちょっとちっちゃくしく映ってないんですよ。あ、カールウェザースね。はい。アポロですよ。あ、そうな、ねうん。あ、グレンダジャクソンですよ。グレンダジャクソンね。グレンダジャクソンの死んだ話したよね。うん。ほら。ティ,ィ,ィナターナ。サンダードーム。あ。終わってしまった。 えひどくないいやひどいひどいよねちょっとなってないとあんな生字書いても全然読めないっすさなってないと思います今まで一番ひどいね、うん、画面のなんかほんと真ん中の一部何この二人 <laughs> <laughs> これ邪魔なたり <laughs> 2人だ邪魔とか言ったらすいません、うんうん、なってないなちょっと待ってたのになこれをい。 ガーンって感じです。まあ後で多分あの映像自体は YouTube かなんかに上がるとあフリードキンね<あ>いましたね。あフリードキンいた。うん、そうあの映像自体は上がると思うんで、うん、まあそこで見てくださいって感じですね。YouTube とか多分見られると思うんで。ちょっと、うん、はい。ポールジアマッティー D。気を取り気を取りま直して、ま、直して。瞬、はい、断者先なんだ。 ね、はい、えー「ブラッドリー・クーパーマエストロ」えー「ラスティン」「ワシントンのあの日を作った男」の「コールマン・ドミンゴ」「ホールド・オーバーズ」「置いてけぼりのホリデー」のポール・ジアマッティオッペンハイマー「キリアン・マーフィー」「アメリカン・フィクション」「ジェフリー・ライト」ですがまあこれはキリアン・マーフィーですかね。っていうん、かさ <laughs>、はい、キリアン・マーフィーずーっと出ずっぱりじゃなかったほぼ。そうね3時間ね。 って彼の見たことしか起こらない映画なんでまあ後半ちょっとねまあ基本的には彼の主観映画なんでうん、うん、まあ、まあ、ほぼ彼の食材映画とも言えたので、ね、<laughs> <laughs> ですまああのこれは演技がどうとかいう話ではなくまあまあそもそもうまい人なんで。うん まあ、まあこうやって表に出ると賞に絡んでくるわなっていういやまあオッペンハイマーはなーなんかまあでも正直ねブラッドリー・クーパーとかどうどうでもいいどうでもいいとか言っちゃう <laughs> まあ大してこととも思えないんでブラ,ッドえブラッドリー・クドリーああまあでもそっくり賞がもらう会計が多いからねまあでもねーやっぱほらそっくり賞って、ね、こなんでそのキリアン・マーフィもそっくり賞じゃんあまあ忘れずに <laughs> 私この前そう言ったよね <laughs>、うん ゲンハイマー博士。あ、そうなんだ。2人が争ってんだ。まあ、ポール・ジャマッティとかね、鳥あのあれだよね、人気ありそう,だう,、ね、そうなんだ。うん、へえ、ポール・ジャマッティ、そんななんだ。まあ、あの、 だって何かいい感じのその脇役じゃないですか脇役人生みたいなそうそうまあよく出てくるけどねはい主演男優賞と監督賞はいじゃあ上演主演女優と割とになるんだ作品賞 え、オッペンハイマー化してる人がいるてて。わからない、ないどういう意味だから意味がわからないですね。どういう意味？そこ意外と、あでも意外と好き。サクサク来て来てる？十一時だもんね、今ね。じゃやっぱり十二時ぐらいに終わるんじゃない？十二時前には終わるね、これね。うんうん、もうでもこれから時間かけるね。嘘 <laughs>。あ、ほら。 あちょっと,っと私の2個系が <laughs> 彼がオスカーを取ったのはリービングラスベガスです、はい、すぐ出るよ、えー、そこだけはブレンダーレンダーフレンザーニコラスケイジマシュマコノヘベンキングズレフォレストウィテカー以上5名フォレストウィテカーってあのジャズのあれあ違ったあれだあのアミンかなんかやったやつじゃないああ ああ,あ,あそう、はい、去年ブレンダン・フレーザーだからねブレンダン・フレーザーホエールホエールザ・ホエール、うん、で、えー、ジェフリー・ライトなんか痩せたねあこの人にいやあれはだってちょっとあ,あのあそっかスーツまとってたから映画では彼はあれにキラキラフラワームーンに出てますね弁護士やんかはいはいそうですねおっニコケニコケ ニコケ <laughs> 全部借金 <laughs> 返し終わりました,返し終わったからね。えらい。えらい。これ新作面白そうじゃないですか。見たいんです。吸血鬼のやつ。いやいやドリームドリームシナリオだっけ。あ、そうそうラストオブキそれそれが言いたかった。ラストブキのあのアミン大統領。アミン大統領のやつ。やつなんかあの世界中の人の夢にニコケが出てくるっていう。<laughs> あれちょっと気になってる。ニコケ素晴らしい。えなんで言ってんのニコケの聞きたかった。 ニコゲはこんなに注目わけにいらなんて。<laughs> あ、まこのへ。え、なんで撮ったんだっけ。え、まこのへ。か、なんだっけ。あの。えっ、ー、と。フロリダプロジェクト。なん、なん、でね、えっ、ー、と。あ,あ、いうやつ。あの、で、フロリダプロジェクトじゃなくて。なんかあの。薬を、<成>薬をさ。あ、あの密す。あ、痩せるやつだ。そうそう。ややえっと、すごい。がんに。がにを、犯されてるやつだった。うん 名前が出て、ね、<laughs> ダメだもうタイトルこない <laughs> 2人ともね、もう一人の、あのー、ゲイの役をやってた人も。ああ、もうこないやきに、達者らしいなんか、うん。ダラスバイヤーズクラブ、そブです。で薬のやつとかひどいね、本当に。これ、イギリス同士だから、ベイ<ー>キングスルーはガンジーだよね。ガンジー。ガンジーですね。ジャーダーテンボロー そっくりさんでしょうかそっくりさん時代ですよ。あそっくりさんあ偉人同士偉 <laughs> 人偉人つながり。偉人つながり。そっくりさんつながりです。しかもイギリス人がアメリカを演じてて、<ー>イギリス人がインド人を演じて、インド人もびっくり。<laughs> 怒るにしかしっていま。 これいいよね、うん。これ、この方式いいよね。これはあ、ジェフリー・ライトで黒人同士だから <laughs> あ違うのいや、そうじゃないえ、ジェフリー・ライトじゃないコールド・マンド・ビンゴじゃないコールド・マンド・ビンゴは映画見てないですよね、うん、あ、出てるのラスティン。あ、これ見てないんだ。ネットフリックスだって、アマゾンプライムかなんかで見れる。です。 初ノミネート。ーはい、さあ、誰が取るでしょうか。え、ジュニアンズ大優勝ってやったんだっけやったよ。あ、どうい<俺>う取りましたよ。ったっすみません。あら。やっぱりね、ーーはい。アフィー予想通り、キリアン・マーフィーが、ね、受賞しました。 おめでとう、おめでとうまあ、こうしめるとあのやっぱりメイク大したもんだね。ああ、そうだね、<laughs> うん、別人だもんね。うんうん、あだって、ベンキングスでサーじゃない今。おお<う>。確かサーはついてたような記憶が。ああ、ニコケ。 久々に見て幸せの気分になっちゃった。<laughs> あれはははって嬉しそう。<い>よかったね。いや、いや。よかった、よかった。 はい、まああのえっ、ー、とキリアンマフィーがずっといろ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 言ってますな。なんか胸にバッチつけて何、なんなんなんですかあ、ね、のバッチ。わからんにゃい。はい、え、ああアあアイルランド人。アイルランド人。ア<ー>イルランド代表だそうです。アイルランド代表、うんあ。だからあれに出てたんだ。 あの監督のあの映画。何,もう何を <laughs> あの監督のあれ。<laughs> え、だから、なんとかで朝食を、プルートで、なんとか朝食を。<laughs> あの、ほら、あのブッチャーボーイの監督ですよ。あ、ニールジョーダン。ニールジョーダン、あの人もほら、あっちじゃ、あれじゃもう、あのアイルランド。アイルランド人ですね。<うん S 1> はい、そして。あ、スピルバーグじゃない。プレゼンテ、たまですか。監督賞ってこと。 監督賞だよ、だだ次え<っ>スピルバーグだ、えー、監督賞、えー、と落下の解剖学ジュスティール・トリエ、キラーズ・オブ・ザ・ハラム・マーティン・スコセッシオッペンハイマー・ノーラン、アワなる者たち、えー、関心領域。これは うん、うん、ここまで真似ももらっていない少しですし、うん、ああキラームーンもう撮ってるじゃん<え>支援女優ですよああまだ撮ってないよわまだ撮ってない <laughs> <laughs> ごめん撮ったんん <laughs> 怖いね今脳内変換が <laughs> あもういいねみんなもうなんか諦めムードでいいよね <laughs> もうだ 緊張感がない。ねえ、もう。ためないし、全く。ちょっと嬉しい顔しろよ、ノーラ <laughs> ほらは、もう、むすっとして。本当は嬉しいくせして。<laughs> もっとキャッキャでいけ、キャッキャキャッキャ,ッキャッやってよ。<laughs> というわけでノーランですね。やっぱノーランあちょっと少ししがすっごい老けたな。いやちょっとね少しに申しげたかったな、ね、私は。いや私前キラー・ムーンの時、うん、インタビューした時はむちゃくちゃ元気だったよ。あっいやあの,あの時いっぱいテレビとか出てたんでね。うん。あの時ほらデカプリオとか出れなかったから <laughs>、うん、ちょっと待って。何<ょ>て言ってんのうん。 うん、原作者にお礼をキャストにお礼卒ないですねこれ初の初受賞なんで初受賞だって今までダンケルクでしか監督賞ノ、うん、ミネートされてない、うん

はいまああの卒のない特に特筆する感じのない、うん、えっ真さん全現在全部的中よ社長賞とか出るんじゃない <laughs> 社長賞出る <laughs> ほら全部的中ですよもうほら枠で考えてるから <laughs> <laughs> 作品であんま考えてないって言いうね,ねそれで当たっちゃうのが恐ろしいところですもうそれが怖いよね、うん まあこれっッ、えーえー、ペンハイマーは3月29日公開だからすごい追い風になるんじゃないで、ねいなね、実はこのあのタイミングでこの公開日を決めたのは大正解だったという感じになりましたね。あとやっぱなんかあのあれを露出を禁じたおかげかなんか知らないけどちょうどあのでみんなはアメリカでの公開のことをか忘れててさ。 ちょうどここで盛り上がる日本でちょうどこれから盛り上がる感じですからね。ていうかやっぱりあの最近の日本の洋画の傾向ってオスカー取ると意外とやっぱり <うん S 2> あの興行も伸び,伸,び伸びるじゃないうんうんだからすごくいいんじゃないかな。なんかそうね。ここれから本当にににまた久々にこの時期に あの同時公開、同時公開が多かったですけど、この時期に公開が増えるかもね、まあでもほら、やっぱりオッペンハイマーはちょっと日本にとっては、ちょっとね、うん、デリケートな部分があるから、こんなに遅くなったらしいんですけどね。うんうん、いやいやいや、そうですか。<laughs> <laughs> いや首がつっちゃった今。<laughs> <laughs> 柳なちゃんをたしなめようとしたら。<笑><笑> では何ですかあと作品賞と主演上司賞だけ、うん、もうだからもうそれはほぼ確実です <laughs> いやいやいや,いや私今日確実100%社長賞を目指してるここまでオッペンハイマーが 6, 6巻ってことですかえ十十何部門とかしてんね十三部門十三部門 スピルバーグってあんまやったことないのかね、こういうの。そんなことないでしょ。なんかプレゼンテーターって。いや、そんなことないと思うよ、別に。今町山さんっていうか、でもそんな気がするなは、あんまり見たことないような気がするよ。監督賞としては初めてやったりとか。特別賞とかは結構出したり、やったりしてるけどね。 うん、これは、ベンハイマーでしょうね。ベンハイマーですよ。ええー、そ、あとは作品賞と主演女優賞ということですねまあまあ。 えー、それはないなかったから良かったと思ったけどな <laughs> 私はおはい最後はサリー・フィールドサリー・フィールドジェシカ・ラング,ラング来たねーええー、ちょっと待ってサリー・フィールドはノーマレイはい ジェシカラングはジシカキングコングじゃない子だった。ジェシカラングはあれですよ。シャーーリズセロン、モンスターか。シャーリー・ズセロンは2回撮ってない。1回だけモンスターかモンスターだけじゃない。分かんない。たぶん。フェリオーサだよ。ジェシカラングね。あのね、サム・スセパードとで、あ、そうそう、ブルースカイ。ブルースカイ、そうか。 でもこの人はフランス語と英語とドイツ語。ツ語すごいねいねやもっとできるでしょ、多分。インテルっぽいもん。ね、ヨーロッパのインテルって結構。ねラテン語とかしゃべれたりしない。<laughs> そういうことは、ね、スウェーデンとかしゃべれること、ね、<laughs> デンマークとかね。オランダとか。うん、ミシェルヨーでした。はい、今、ミシェルヨーが。 サンドラヒュラーを紹介しました。サリ,サリフィードあないいお。いいおばあさんになったね。うん、サリフィールドを最後に見たのはあれじゃないリンカーンの奥さん役あエマ。エマストーンを紹介してます、ね。エマストーンを紹介してます。うん、ノーマレーで撮ったよねプレスインザハート。あ、プレイスインザハートの方か。プレイスインザハートじゃないかな。ノーマ 生ま飲み出されたのを覚えてる。飲み出,、ね、出されてる飲み出した、あのー。労働組合の話ですね。うん、あっ。ああ。ジェニファー・ジェニファー・ローレンス。ああ、プレイブック。 ティファノリさん最近見ないよね。結婚したんだっけ？なんか結婚してあんまりままんま最近出てないよね。あ,ねあのー、配信でアマゾンプライムとかネットフリックスの作品出てるんじゃないかな。あれと。<あ> アネット・ベニングねシャーリーズ・セロンがねウォ<え> <laughs> ーレン・ビーティーが来てないよ <laughs> ちょっとウォ<え>ーレン・ビーティーが来てないどういうことウォーレン・ビーティーは旦那さんですあの <laughs> <laughs> まあそういう映画だそういう感じだったねアネット・ベニングね でも漢字からするとジェシカラングのほうとあんまり年変わらなく見えちゃうよなジェシカラングいくつなのかないやいい年でしょあの人うう相当だと思ももうキングコング印象的でさ <laughs> そう言ったら怒られるよねあでも綺麗じゃんまだ全然全然ですああキャリー・マリンいくつだろうっていう話ばっかりしてますね ギャリーマリガンはまあいいんじゃないですかギャリーマリガンは三度目なんだもうギャリーマリガンはもうこれからも何度もチャンスがありそう,なでそうだよねこれで別に取らないと思ったんだけどもう三度目だってノミネーション一番最初十七歳が云々で取ってもうトレノミネートされてプロミシングヤングウーマンに続き三度目あ,あじゃあほんのこの前じゃんプロミシングヤングウーマンもう,そう,そうまあいいよあんたは取らなくても大丈夫 <laughs> まだチャンスが山のようにあ,あります。これからないのはアットベニング。えーえー、これは意外。オーマイガーって感じですね。本人もすっげえ驚,驚いてたよね。それはもうリリーなんとかちゃんに行くって思ってたよ。<laughs> リディ・ーグラッドストーンちょっとリディの顔見たかったね、どっちかっていうと。やっぱり脱ぎっぷりが良かったからかこれはびっくりですね。ちょっとこれは、この前のあれと一緒だよねあの、亡くなった人が撮らなかった。だって2度目だよ。いや、そうですよ。用意してなかったと思うよ。うん スピーチ用意してなかったと思うな <laughs>。今パニック時間稼ぎパニックだよ。パニックインスタジアムだよ。<laughs> だって何、ドレスがなんか破損したの。<laughs> ほら。うん、絶対撮ったと思った <laughs> <laughs> いや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 これはちょっとびっくりでしたねあの別に驚きが枠を考えなくても彼女はよかったもんねこのジリーさんは、うん、全然よかったまあねしかも一生に一度みたいな役だから、まあ、そう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 普通に普通に僕だってあの、まあ、今回ねどうせそのどうせそのとか言ってオッペンハイマイがあのみんな取るんだろうなと思ってましたけど まあそれあの映画としてはで、ね、俺、キラーズ・オブ・ザ・フラームーンが撮ってもいいよっていうぐらい映画も素晴らしいし、スコセッシュの白鳥の歌だしとかいろいろ思ってたんですけど、ちょっと予想外に意外だったこと、ねうん、なんだった、ね。でも、スコセッシュは、あの原作者のあの人の次の作品も映画化するつもりなんだよ。<ん>あの あの小説のノンフィクションの,ンョンのなんだろうやっぱりあれなのかねあの配信の映画だからとか嫌われてんのかねああアップル TV か,、うん、かそういうこともあるのかなとは思っちゃうよなえー いやいやちょっと予想外ですねどこでっても関係ないです、ね、う今やそんなこと言ってらんないよう、うん、まああのいやえっ、ー、とマスターは良かったですそれは本当にそうあの別にね俺はリリーが取ると思ってましたけど、まあ、それを抜きにしても全然いいなというのは思ってましたけどいやちょっとびっくりリリー君がいなかったら私も彼女だと思ったよ、うんうん もう一人いたネットペニングもいたわ <laughs> さ次あ次何作品賞作品賞ですよいやこれこれ,これもバンクランセがあるのオッペンハイマーじゃなくて哀れなるもの <laughs> ええー、それはないと思うよオッペンハイマーじゃないのさすがにいやわかんないな、ね、いや驚きでしたねちょっとねちょっと本人が一番驚いてたと思うよ <laughs> なかね、なんかねコメントもそうそうそんな感じだったよね、うん、割とだって世界中の人99.9%の人がそう思ってる、ね、<laughs> ずるって感じだったよ、ね、何やってんのえわかんないなんかまた寸劇をやってるなまたん何を言ってるんですか,なんか ツイッターかなんか読んでるんですか分かんない何をやってんのかよくわからないよくわからないはい。でもなんかなんか普通でいいんじゃないこの人。<laughs> <laughs> 普通に普通に受けてますから普通に。うん トランプがトランプがツイートしてるなんだかでそれでいやトランプさん、大統領トランプさん見てくれてありがとうえもう刑務所からは出てきたんですかねとか言って <laughs> あそう言ってたの <laughs> っていうコメンあのギャグを飛ばして、まあ、あの今、保釈中だから大丈夫ですよトランプ見れますよ、テレビねでもそういう人が大統領になるかもしれないから <laughs> アメリカ懐が深いっていうかさいやねだってあの。 <laughs> 監獄から大統領執務をするって言われてるんでしょ <laughs> 当選したらキラーズ今のところ無冠<れ>なのでみんなしょんぼりしてます<れ>そうですよしょんぼりですよいやこれは鉄壁だと思ったんだけどね,ねえみんな思ってたでしょ、うん、えっこっぽらお ゴッドファーザーの曲に乗ってあコスモポリスって映画があるメガロポリス<あ>メガロポリスかあ,るありますけどそのみんなお金をあ,のあげてくれとコッポラにまあねだってワイン畑売っちゃったからねコッポラえワイン畑売っちゃってそのお金で作ったんだよねあアルパチーノが えコップラじゃなくてあア,アルパチーノが来たんだよあ,あいやいやアルパチーノ素敵ですよ大好きアルパチーノかっこいいなおいおいおい じゃあ、コップラに頼んだけどダメだったから、だのかな、まあ、その可能性はあるね来たの今、今それどころじゃないんで。今、それどころじゃないっていう。インタ畑を買い戻せるかどうかの瀬戸際だからみたいな。オッペンハイマー。オッペンハイマーです。で<え> <laughs> も、読んじゃったの <laughs> 読んじゃったオッペンハイマーだと思うよ。ちょっと、今、普通、作品をこう上げて、オッペンハイマーとか言わない あの、あ、こいだの、なんだっけ、あの、あれがあったかじゃないの。あの。あ、ウォーレンビエーティーがやっや、よ、読み間違えたやつが。あ,あれ、なんか意外と。意外と、なんか、あっさりと。あっさりと。あっさりと、オッペンハイマー。マー特に。特にドラマもなく。はい。オ,ッペ,ン、ね、オッペンハイマー。ンハイマいや。まあ、これは。予想通りですからね。まあ、予想通りです、ね。はい。 ノーラン二つでしたね今回は。あ脚本賞取ったら三つだったね。脚本ね作品賞でノーランは二個持って帰ることになりました。うん、あれ奥さんよエマトーマス。あじゃあいいじゃん家に二個持って帰れば奥さんの分と。あ奥さんもノーランだからいいよね。<laughs> 喧嘩ならないね喧嘩ならないよ、うん、あ、これ全員あのえ関係者全員上がった来たってことああまあ飲みのやつされてた人はみんな来てるからね、うん、ホイティマーもいたいよさっきホイティマーもいたしあの編集の人もいやー罠がなぁ罠 <laughs> 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 大勝利まあでもこれで見ると一番なんか勝った感あるのは哀れなる者たちじゃない まあ大どんでん返しがあったからね。ペハイマーは結構撮ってるね。そうそうそう。<ー>ペンハイマーはまああの前評判通りだったんで。まあ驚きはないかもね、うん。サプライやっぱ関心領域とあれなのにもんたちが結構。関心領域は音響と外国語映画。うん、画まあ撮るべきところで取ってるね。たけどね、うんうん。いやそうか。 ごめんずっとコメントしてますね延々とねもう奥さんに奥さんに譲ってるのね譲ってる、はい、もう子供もたちと子供がいるのかさっき言ってたよだからその我々の作品をずっと作って子供を一緒に作ったあの、えー、だからえっ、ー、と「エマニー」とか言って。 奥さんにって言ってノーランがさっきの奥さんはノーランにあノーランにありがとうって言わないけど当然だよ、ね、<laughs> <laughs> 私が背負したいってる内情の子 <laughs> 内情の子 <laughs> ユニバーサルピクチャーズの皆さんって言われちゃいましたねえなんて言った <laughs> ユ,ニユニバーサルピクチャーズの皆さんありがとうございましたうもうワーナーファンとしてはショック ジェるわかるわか別のジェームズ・ウッズじゃないですか、うん、いやいやえっ、ー、とオッペンハイマー七7巻ですねあわ<巻>れなる者たちが4巻、えー、作品監督主演男優主演男優と撮影,<優>撮影編集なんだ あ作曲、作曲はちょっと意外でしたね。うん、そうね、そうかあれもロビーロボースンじゃなかったのな。だから最近私たちがワクという考え方をするのがよくないのかね。それをみんな裏切ろうとして、ね、<laughs> いやいやいや、それは抜きにしてもリリグラットストーンはな。うん、ちょっと、えー、意外意外でしたね。それ抜きにしても別に全然普通に。 彼女でよかったと思うんだけどねうんよかったな。うん、まあでもみんな向こうの方が派手っちゃ派手なんじゃないえっまあまあねまあ,あとやっぱそのハリウッドのいつもその言うハリウッドインサイダーかどうかっていう意味からするとエマ・ストーンの方がまあその賞をあげたくなるのかもしれないけどねそれなリリー・グラッあ<や>結構あると思うんだよなうん まあ、リ,リーディングラストーンも、あの、ベテランですけど、彼女、あれでしょあの、インディペンデントの映画とかばっかり出てる人だから、どっちかっていうと。うん、うん。うん。ああ、もベイハイマーでした。ベイハイマーでした。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> いや、いや。え、どう、どうだったんですかね、結局。真木さん。 結局、あそこ、リリー・グラットストーン外したから、社長賞もらえないまま残念でした。<laughs> しょぼー <laughs> い。やー、そうか。でも、ほとんどの人が来て外したって外したよね。ここは見たほうぼみんな外した。うんまあ、そもそもエマストーン自体が外してるからさ、<laughs> 本人が。<laughs> 本人が一番、本人が一番驚いてた感じだったよね、今のはね。本人があれだから。 もうおそらくスピーチも用意してなかった、ドレス破れちゃって、もういいや、<laughs> どうせ上に上がることはないとか思ってたのに、<laughs> そうなっちゃったから、うん、まあね。いろいろサプライズが多かった。 そこはサプライズでした、ね、やっぱほらサプライズがないと、うん、まあ基本エンターテイナーばっかりだからはい、はい、みんなそういうここをサプライズにし,ようとかして入れたのかな。<laughs> まあでもその調整が効かないのがアカデミーだからゴールデングローブは昔80何人で選んでたんで、うん、まあいくらでも、まあ、調整が効いてたんじゃないかと思うんだけど、うん、オスカーは6000人ぐらいいるんじゃない、うん、だからそんな調整は効かないんですよね。だ、まあ、だからそれだけ 信憑信頼もあるのかもしれないけどまあ、うんまあ、その中でちゃんと選ばれたんだからまあすごいですねいやいやちょっとまあ自分でプロデュースもやってるっていうところもあったんじゃないかなまあね私は脱ぎっぷりの良さですよ <laughs> 一応あの日本だだったら18禁映画だからねはい、はい、だからそれで あのー、ちゃんとやりまくっててオッケーですよね、うん。これこれの売り戻しとかいうことではないとは思うんですけど、まあ、あのそこまでただあれですよねあのキリアン・マーフィーエマ・ストーンロバート・ダウニージュニアと普通に白人の俳優が主演男女<っ>あ,のあれが上演女優賞はあの黒人ですけど、まあ、来てるんで。 そういうふうな見方されちゃうのかなでもあんまりいやそういうのを抜きにして本当に驚結構,ショの結構びっくりだと思ったけどね別に、うん、でポリコレだからリリー・グラッドストーンって言ってたわけじゃないんでそこに関してはそれ多分みんなそうだと思うんだよねあだからそれよりも彼女の方がそういう意味では勝ってたんだよまあまあまあ映画がっていうかそうなるとほんとき名前が。ん キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンはい、無感だったってこと<局>あらまあ、ショックだわ。少しただいさえものがつけ込んでね、どう大丈夫かね、もうねあ。配信も理由がありますかうん、まあ、私はちょっとあるような気がする。うーんだから、まあナポレオンとあれはどっちらもあのー、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンはどちらとも Apple TV の映画ですからね。うん なんかそのまあ、アメリカンフィクションはあるけどアメリカンフィクションはアマゾンプライムで見たとかアマゾンプライムと MGM の映画だからね、うん、そういう意味で配信の,まあ,そのまあでもさ<お>そのこと言ったっても配信が勝ってんだからもうそこは仕方ないしねお金もあるしね、うんお金もまあ、最近は ネットフリックスもちょっとお金がなくて昔みたいにガンガンお金は使えないっていう説もあるらしいんだけど <laughs> なんか哀れなる者たちがすごい評価っていうか勢いあったのはなんかそのやっぱり映画だから映画だからっていうかそのヨーロッパから来たほんの映画っぽいみたいなことは <laughs> あるんじゃないかと思うけどねそういう。うん なんか、まあ、あのー、あんまり大きい映画じゃない商品なんだけど、うん、とてもゴージャスですよね、うん、まあそこも魅力的だったなっあとやっぱり長いのを見てくれないのかなみんな、ね、2時間22分だよおオッペンハイは,は3時間3時間でも間それ限界かやっぱもうキ,ラあのキラーズ・オブ・ザ・フラムぐらいになるともう4時間超えるとだめみたいなあれは3時間20何分やろ26分ぐらい ?2 時間半 結局、オスカイノミネートルされてる作品って長いけどあんまり時間を感じさせない作品がやっぱ多くて、ね、そうなると私がいつも時間のことをギャーギャー言ってるけど <laughs> あんまりそれは関係ないのかなと時間はまあそう、ね、っていうことなのかもしれないけどまあ今回はそうでしたねでも私、哀れなるものたちはあと20分切ってればもうちょっと良かったのになという気はちょっとした。まあまあ、たね 1>, 1時間59分 <laughs> 2時間1分とかさ<お>それいオッペンハイマーは全然いいですよオッペンハイマーはだ <laughs> からこの前も言ったみたいにオッペンハイマーは後半の1時間2時間経ってからがむちゃくちゃ面白くなるので、うん、そういう意味じゃそのこう配分が上手あの,あの人のノーランの,ランのね。 んだからやっぱエンターテインメントじゃなきゃいけないってことはちゃんと分かってるんで、うん、そこら辺の構成は非常に上手だなぁと思った、はいはい、だからロバート・ダウニー・ジーナにつく使い方もとても上手だからまあ今回の主演男優賞と助演男優賞取ってるけどやっぱノーランの使い方がとても上手だなてかやっぱノーランって男しか好きじゃないんじゃんと思ったよね、うん 自由に愛がないでしょあの人昔からずっとちょっと待って,ちっ待って今ちょっと考えてるから自由に愛がないから <laughs> あでもあれのキャットウーマン好きだったよ<れ>バットマン,ン,ン、うん、バットマ,マンリターンズじゃなくて <laughs> あのアンハサウェイがキャットウーマンやったのはかわいかった,、ねうん、かかったあのキャットスーツがね、はい 耳が耳がピって可愛いゴールい上げると耳にそう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 あれが可愛かったあのセンスはすごいあのバカルジョが乗ってるバイクはいや運転できないだろそんなのって感じだったけどまあ基本的にやっぱでも男男優しか好きじゃないダークナイトライジングあ男の男優男の男優ですよ男優は男ですよ男優しか好きじゃないよね男優まあそうかもねっていうか あのダンケルクなんかほぼ女性が出てこない <laughs> そうまあそう戦争だから戦争映画ですからしょうがないまあ仕方ないね、うん、いいんじゃないですかね。うん、そうですはいということで、えー、なんだまあこれから公開される映画がオッペンハイマーホールドオーバーズ、えー、ホーーールドオーバーズ、はい、それと「関心領域」それぐらい あ、パストライブスってあ、パストライブスも結局何も取らなかった。っまあ、あれはね、取ら。ない <laughs> いや、<laughs> あれはね、とか言っていけない。なことないですだから、そういう意味じゃ、これから公開されるのは、洋画に、あの、追い風になって、いいんじゃないかな。そうですね。<と>まあ、あの、うん、皆さん、ぜひ。あの、僕は言わなくても、行くでしょうけど。オッペンハイマー言ってくださいね。オッペンハマー,ー,ー。はい、も、いろいろ文句は言ってますけど、あの、別に。 当然撮るべきだろうと思った映画ですからアカデミー賞はね。そんな感じですね。いかがでしょうかはい。次回言いたいああ、忘れてた。忘れてたのちょっとその前に日本が今日は頑張りました。はい、そうですね。ゴジラもゴジラも撮った。ゴジラも撮った。よかったね。どっちでも東方の映画で。鈴木さんも撮った。 敏夫さ,、ね、さんも撮りました敏夫さんも撮った、はい、この本も皆さん撮ってください <laughs> <laughs> はいですねえー、そうですよ日本アカデミー賞とアカデミー賞の2冠ですよゴジラすごいですねこんなこんな今さっきのあれぐらいの差がない <laughs>、あのー、シュワルツェネガーとダニー・デビートぐらいの <laughs> 全部こっちに持っち持てかれこうい陰性遺伝で性遺伝みたいなねそうですね はい、まあ、そんな感じで。で主演男優賞は誰が取ったの?。え?主<演>。日本アカデミー賞?。うん、知らない。誰が取ったの?。あ、役所広司、役所広司。あ、あ、役所広司は取ったの。まあ、そこは。あ、それと、これ?。はい、えっと、あ、それ、まあ、そういうことで、えっと。毎月、え、最終週に、やってる。 生配信が、これ、はい、次回テレビブロスのこれのこと言ってるんですよ。はい、そうですよ。次回がね、えー、3 26いえ三月二十六日火曜日こ。この本のことを言わなきゃいけないんでしょ？この話。あ、なんか毎毎回毎回テレビブロス <laughs> で今さっきの、はい、ええとなんだっけ、ええー、アメリカンアメリカンフィクションもアマゾンプライムで。 配信中です。アマゾンプライムの映画だからついアマゾンプライムの宣伝しちゃった。チンモグの宣言か。これが発売中って、こ,のこれを宣伝をするってことでしょそうです。実際発売中です。別にあのアマゾンプライムの宣伝をしてるわけじゃないんで、お金もらってないし、アマゾンプライムから。むしろお、ね、金払ってるしいや、そうです。我々私はお支払ってますよ。すよプライム代。プライム代払ってます。私なんかアマゾンミュージックにまでハマってます。 ア,アマゾンのアレクサにハマってます。<laughs> はい。はい、そういうことで。そういうことで。あなんかやってるよ。もらいましたかでしょうかねこちあ。もらいました。みんなかやってるったって、こちらの視聴者には伝わってないんだから、かあ、そっか。ごめんなさい。<laughs> はい。で、あの、え、何あっ、あ,あ,あ、はい。というわけで、皆さん、今日は。 だからえー、っとえー、っとなんだっえ長丁番をねお付き合いいただきまして本当にありがとうございます、はい、我々もあの疲れましたけどた、ね、皆さんもちょっと衝撃の結果などあって、はい、いろいろね目が覚める結果でしたねはい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、でチャンネル登録高評価のお願いよろしくお願いします、ね、コメントコメントとかねはい 今日はあのいつもいつも押して何1800人も見てくださった方がいらっしゃるようなで。<ー>な月曜日の朝から。柳下さん、今日徹夜でいらっしゃったんですか。そんなことないです。ちゃんと寝ました。私も5時間ぐらい寝ました。はい。えー、そういうわけで、えー、3月26日の19時から。 えー、時間まああの今日の続きでノーランの話などをーノーランがもう、まあ、ちょっと329なんで私の個人的趣味でいうと3体ネットフリックスの3体ああちょっとこれはもう神業級の脚本是非ともこの話ができればネットフリックスから別に何ももらってませんが <laughs> <laughs> 素晴らしいです、はい はい、はい、というわけで。はい、えー、皆さんじゃあ月曜週の始め、これから1週間頑張りましょう。えー、<laughs> ありがとうございました。